はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドラミです。本日西野雄二投手、富山出身のね、プロ野球選手で第一線として活躍している西野雄二投手、作成していきたいなと思います。よろしくお願いします。いやー、西野雄二投手ね、めちゃくちゃすごい能力になってます。2020年だったかな、トミー・ジョン手術して、まあ、結構ね、厳しいところまで行ったんですが、2022年にはリリーフで防御率 1.73、昨シーズンの2023年は先発で防御率 2.69 と、もう完全復活成し遂げました。今シーズンももうこのコントロール78というのがね、表す通りに、素晴らしいピッチングたくさんしてくれるんじゃないかなと思います。ということで、今日は折り辺、フォーク、まあ、スプリットかな、折り辺フォークかつ、金徳ドクター系で作成してということなんで、頑張ってやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。怪我を乗り越え、手術を乗り越え、パワーアップして帰還、最後は落として蹴りをつけるということで、やっていきましょう。よろしくお願いします。よいしょ。ね、鶴香さんどうも、1個目ありがとうございます。スモコノです。お、ハイライト見てくれた、ありがとうございます。真逆の2本で面白かったいや、もう超絶素晴らしい身体能力のね、ベッツさんと、オール1の佐藤太郎その差がえぐかったっすね。ありがとうございます、見てくれて。深町さん、ハリボテレジーさん、どうもコノレです。いや、オドアさん、マジで何があったのびっくりしたんだけど、オドアさん、まあ一度も一軍に上がることなく、ね、公式戦始まってから一度も一軍に上がることなく対談するっていうのは過去いたんかな。ちょっとこれはやばいっすわ。巨人に激震だね。とりあえずドクター K 行っちゃうか。もう東取っとくか。よいしょ。龍の達さん、信樹さん、泥達さん、コントラスタンプどうもです。加藤さんもいらっしゃい。海ひなしさんもコントラスタンプどうもありがとうございます。あずすけさん、山井さんいらっしゃい。完全に想定外、おとわさん本当に大丈夫なんかな。そんなことやってたらさ、巨人のスカウトもね、え、今後ちょっと大変ですよ。ゴトブレイカーさん、ウーさん、コントラスタンプどうもです。今日もファイトありがとうございます。とりあえずの奪三振の書持ってこ。猫王国から来た猫王子さん、どうも、今度です。ワイユーさん、うまい、サワラさんもどうもでしょい。オドアさん、二軍調整拒否。まあでも将来的にメジャーに戻りたいってことを考えてた時にやっぱ厳しいんすかね、マイナースタートをこう命じられるっていう、そのマイナスイメージ、本当にどうなんだろうその辺。ひとまず1回戦メカニクス、2回戦どうする、ハサミ蝶野、みその千代姫、つかみ巴うわ、行きてえなー。まあ、3回戦が調子安定持ってるんで鉄腕狙い。まあでも投手0人やけど、これで行くしかないですね。行きましょう。佐藤太郎のサクセス、よく完成したね。いやもう本当にね、大変でしたよ。頑張りました。佐藤太郎はクリアできないかと一瞬思いましたよ。あの一周目のレジェンド戦。まあでもキーポイントはあれだったね。ファーストにまともな選手を置いたことが本当に良かった。救われました。そう、メカニクス、ちょっと待って、1回戦メカニクス、トゥルルー、スバルとラグナロクで潰れてるオッケー。ゴーちゃん、ミヤさん、どうもコンドラです、いらっしゃい。オリフォーさんもいらっしゃい、どうです。オドワさんのバッティング見たかったのにな。すごく残念。まあ、代わりに巨人は佐々木選手とかね、あと誰だっけ、まあ、浅野翔吾選手とか、いろいろと
楽しみな選手多いんで、もうそっちに期待します。いやどうもコンドラです。ちょっと待ってね、どうしよう。ひとまず、脅威の切れ味とかも狙いたいな。スバル、スメラルート。言っとくか、スメラ。グレイさん、杯魚さん、どうもこんばんはして、コノラです。パワープロ2024の情報がなかった。まあでも、プロスピの情報でしたね。プロスピ、どうなるんだろう。そう、プロスピもびっくりしたんですよ。だってもう、ね、PS4 とスイッチ完全に除外して、本当にこの後どうなるのか。まあ、これだったらこれかな。1回戦スバル、データ大好きお嬢コンボ、2回戦ナイトメール掘りすぎラミーで、3回戦花丸高校からの4回戦がアンドロメダ。スバルが来なかったらどうしよう。まあでもその場合でもいけるか。2回戦バンプ、3回戦花丸、4回戦アンドロメダ、黄金ルートやこれは。抽選箱2個で確率上げる。スバルが来なかったけど、普通にピッチャー強いしいい感じ、キャッチャーも強いしめっちゃいい感じ。行くか。太平楽、バンプ、花丸、アンドロメダ、お願いします。ルシア様にしたい。どうもコンドラです。あ、そうだね、秋広くんもいるね。そう考えたら逆にオドアさん対談して巨人の若手が活躍するチャンスがあるのであれば、うん、まあまだむしろ日本の野球界にとってはプラスなのかもしれない。そしてプロスピの話よ。プロスピびっくりしたのがさ、Steam で販売するっていうところですよ。もしかしてマウスでプレイするのかって。プロスピマウスだったらさ、多分将来的にパワープロも Steam で発売してマウスどうのこうのとかあるんですかね。それなんかちょっと嫌なんだけど。怖い。まあどうなるか分かんないけど、コントローラーとマウスって絶対マウスの方が強いやん。大丈夫なんかな。あとチート対策とか、 APEX の方ではなんかチートを付与するチートみたいなハッキング技術が横行してちょっとやばいことになってるらしいし、パワープロもなんか将来的にそんな感じになってしまったら怖い。めっちゃ怖い、本当に怖い。大丈夫かな。こうちゃん TV さん、彼女年齢、年齢さん、どうもコンドラです。ハエトさん、レオ予言者さん、コンドラスタンプありがとうございます。ハイライト動画もね見てくれてありがとうございます。藤野さん、ユウさんもコンドラスタンプどうもです。まあということで、よいしょ、やっていきましょう。ちょっといろいろとそういうゲーム業界が変わりそうでね、まあ、特にそのパワープロ関連が変わりそうで楽しみでもあり不安でもある。まあ、多分 Steam で今後販売するってことを考えたら、そのまあ容量とか今までのゲームとは比べ物にならないほどすごいことになると思うから、間違いなく進化すると思うゲームは。うん、まあ実際プロスピその2024もね、 Steam PS5 で販売するってことでめっちゃ画質綺麗やったし、そこはすごく楽しみですね。パワープロ界が一体どう変わるのか。そしてロキテクの富山からドラフト5位で入団した沢柳亮太郎投手が開幕一軍の切符をつかむ。
ついに富山から掴んだが、大谷光投手どう？掴んだ、ロッテドラフト2、富山サンダーバーズ、ロキテクの富山から沢柳さん、飲み方合ってるかな、ちょっと注目しよう。ゴーちゃん、ドラメンの参加ありがとうございます。そうです、内面再加入ありがとうございます。月掛け、タカファンさんもどうも今度です。何、オドアは昔から態度悪い、ドミニカのレジェンドバティスタさんにミニストレートかましてるという。何それ。まあでも本人の希望ならしょうがないっすよね。うん、オドアさん2軍に、2軍での調整したくないって言うんだったらもうしょうがない。で、巨人がそういう提案出すってことは、多分そういうね、2軍に落とされない契約とか結んでなかったはずなのに唐突にそういうことを言っちゃったから、巨人としてもこの時期にまあ契約切ることができて逆に良かったんちゃう。よいしょ、あ、これはやらかしてる。オーマイガー、乱闘で右ストレート。一応 PC にパッドが接続可能。まあ多分自分はねコントローラーになると思うわ、その Steam で。もし仮に今後パワープロが販売することになったとしても、なんせもうコントローラーが慣れすぎて。いやー、でもマウスでどうしてもやらなきゃいけなくなるってことになったら、それはものすごい練習はするけど。まあ斉藤さんもどうも今度です。そうだね、浅野くん、松原くんにチャンスが回ってきた。萩尾くんもそうだし、佐々木俊介選手にもそうだっけ、回ってきたっけ。この辺楽しみだわ、若い選手の活躍を期待したい。あ、台風組組長さん、メンバー歴11ヶ月目、ありがとうございます。よいしょ、これからも配信を盛り上げてくれる、ありがとうございます。安定の鬼畜リクエスト、オーレス選手で金とかアーティストプラス安打製造機。それね、アーティストと安打製造機両方取れるかどうかっていうえげつない問題があるんよ。アーティストはコンボで取りに行けるけど、安打製造機コンボはもうフルコンプじゃないと無理やし、かなり苦しいよ。あるんかな、まあ、初期名にフルコンプ図鑑でアンヌが来るまで待つか、もしくは、いやでもラミーちゃんからアンダー製造機のコツもらえるまで粘った方が早いと思う。えげつないよその厳選は。クマちゃんもどうも、佐藤太郎のやつ見てくれてありがとうございます。佐藤太郎マイライフ、まだ見てない方はね、ぜひとも本日アップしたんでよろしくお願いします。いや結構ね、見どころ多いと思うわ、佐藤太郎会に関しては。もうとにかくいろんな要素が盛りだくさん。パワープロの楽しいところと怖いところが、今怖いところが9割かな、がもう満載に詰まってます。あんなに恐怖だったパワーフェスはなかなかない。ずっと笑ってくれてありがとうございます。いや松本さんもいらっしゃい、こんばんのやついらっしゃい、どうです、プロスピ情報発表されましたね。ただパワープロの発売日とかもまだ公表されてないんで、そこがちょっと心配。パワープロいつ発売するんだよっていう。イガラシがいれば完璧だった。あれでイガラシまでいたらもう絶望すぎる。よいしょ、誰もどこも何も守れない。まあやっぱキーとなったのは清本か。あの打撃の方の清本じゃなくて守備の方の清本があんなに頼りになるとは思わなかった。
迎えるバッターは今日は安打を放っている。あ、台風組決め長さん。よいしょ。これはファースト正面。またしても今月、メンバーシップギフトありがとうございます。今月何件目のメンバーシップギフト？ありがとうございます。ご支援感謝です。やったぜ、もらった。またよかったらね、メンバーシップギフト手にした方は、送られた方は、スタンプご使用でね、盛り上げてもらえたら嬉しいです。 OB 戦で阿部ひかパワーヒーの書が欲しい。やっぱそういうとこもらえたらね、運めちゃくちゃいい。まあ、特にパワーヒーの書は 8% だっけ、結構確率高いんだけど、阿部ひの書が 4% でめちゃくちゃ確率低いんで、そこ頑張るしかないっすわ。よいしょ、無理か。鬼畜リクエストしたのでメインギフで応援ありがとうございます。ちょっと怖い怖いリクエストだわそれ。パワープロの発売はゴールデンウィーク前だと助かる。まあでも毎作品ゴールデンウィーク前なんで、多分ゴールデンウィーク前だと思うんですけどね。パワープロ2024年12月の25日発売いやそれ2024年ギリギリ入ってくるとほぼ詐欺なんだよね。12ヶ月間2024年が残り6日しかないという状況からの2024を歌うのはさすがにちょっと、もう軽い詐欺だよコナミさんがそんなひどいことをしないはず、信じてる。巨人一部で、ブリンソンさんを呼び戻すと言ってる人たちがいる。いやでもブリンソンさんも結構いい活躍してましたけどね。まあこれはもう巨人のスカウト陣が腕を見せるとこなんじゃないですかね。まあ今からだったらメジャーに上がれなかった選手で、なんかこう目が出そうな選手っていう形になるのかな。大物はさすがに今からは無理だと思うけど、佐藤太郎のハイライト見て思った、内野手って何、守れない内野手、セカンドやべもん、ファースト佐藤太郎、よいしょ、あれはひどい守備だった。そしてセンター日野、もう食手の肉さんどうもこんばんは。ロッテファンとして西野裕二さんが嬉しい。西野裕二投手もう富山出身なんでね、よいしょ、しかも防御率 2.69 と完全復活、いやめちゃくちゃ嬉しかったな昨シーズン。西野投手が投げてるたんびにね、こう、え今日もすげえ活躍しとるやんって、えまたハイクオリティスタートやんってすごく嬉しくなりました。パワープロ2020の時は7月に発売だったから、そっちの可能性がある。いやでもあの時ってコロナがあったからな、だから発売が遅れたのはもう仕方なかったと思う。でもそれでも7月だった。どうなるんだろう今期のパワーフェス。まあ4月中にね発売してもらえたらいいんだけどな。まあさすがにもう3月発売はないでしょって言ってる間にスリーランホームラン、ありがとうございます。あれ変化球ポイントやべえ、そうだ今日野手作成じゃねえ、へ投手作成だやらかした。あ何点やった、30点ちょい、30点マイナス、30点どう判断するかやな。素敵なショーを楽しんでくださいね。そうだよ今日久しぶりの投手作成で忘れてた、 B 賞稼いでたもん B 賞がマックスね。
お、3月29日開幕予告先発が12球団決まった。サイスニード対柳投手、戸郷さん対青柳投手、東さん対栗投手、早川さん対今井達也投手、宮城くん対有原投手、小島さん対伊藤大海投手。いやー、全員が強っ。全員が日本シリーズ、日本シリーズじゃない、侍ジャパンに全員が呼ばれてもおかしくないレベルだね。で、ちょっと待って、これめっちゃいい。変化球30点か。え、言っていい？えぐいよこれ。東堂真昼と先駆けセット。ちょっと待って。で、ちゃんとバンプも来てんだよね。まあ、花丸が出る確率が4分の2。花丸4分の2か。抽選箱使ったら 100% で、抽選箱2個あるんで、あとはアンドロメダか。アンドロメダに抽選箱を1個残した状態で引けるかどうか。今前夜祭スバルじゃなかったですよね。スバル出てこなかったもんな。4分の1。外した場合、抽選箱を使ったら残り3分の1。4分の1か3分の1でアンドロメダ。いや、可能性あるんだよね、これ。お、金欠だけど、プロスピ新作に期待して PS5 を買っちゃった。その判断はね、間違いないと思う。PS5 サクサク動くし、画質が綺麗。いや、でもね、これちょっと変化球30点マイナスはさすがに。トゥルルー。はぁ、投手作成頑張るか。投手作成、プロ野球開幕直前に対談が決まった助っ人は過去2人いた。巨人は初？それとも巨人が2人目かな。まあ、どちらにせよもうこの時期に離脱するって、ちょっと、しかも怪我でも何でもないのに離脱するって何なんだろう。今後なんかそういう契約条項を結びそうな気がする、プロ野球界。結ばなあかんのかな。お、今の西野さんも2015年あたりの抑えの西野さんも好き。あの時活躍すごかったっすよね。井口監督の下でこう一軍出るようになって、いや、大活躍だった。抑えで防御率1点台ぐらいやってなかったっけな、あの時。確かちょっと待ってね。2015年の西野投手、2014年が防御率 1.86、 2015年が防御率 1.83。 いやー、井口さんの下でものすごい活躍してたわ。すごかった。カイトさん、スパチャご支援ありがとうございます。コンドラスタンプの感じかな。ありがとうございます。コンドラです。昨シーズン日本ハムに約半年いた助っ人のアレン・ハンソンさんの作成お願いします。ちょ待って、誰？その選手ちょっと自分記憶全くないんだが、大丈夫かそれ。まあ、ありがとうございます。考えましょう。この選手か、了解ですわ。なんか考えなあかんな。アレン・ハンソンさん、ちょっと YouTube で動画見ても思い出せるかどうか。頑張ろう。スタンプがバクってたね。いや、でも分かりますよ。ありがとうございます。NO! NO! OK! OK!
スバルくんが、スバルくんが全く出てこんな。巨人としては浅野くんやキロくんいるから対談してもむしろプラス。いやでもここでさ、浅野くんとか、まあ、佐々木俊介選手とか、あと秋広くんとか、まあ、そういった選手がこう一軍のバスキに立てる機会が増えるんであれば、まあ、若手を応援してる自分としてはものすごい嬉しい。まあでも堂浅のバッティングも見たかったけどね。ハンソンさんはスイッチヒッターの人、どんなタイプの選手だったのか後でまた調べとこう。まあ、肩が強いのか、守備範囲どんな感じなのか、足はどんなのか。よし、ようやくアズマ来てくれた。遅えよ、アズマ。1回戦、スバル、スカウト、東堂、真昼。2回戦、長野かな。これは1回戦スバル引き当てたい。2回戦長野、4回戦アンドロメダでスカウト東堂真昼。東堂真昼が来れば2回戦スルメからの3回戦波動高校とかでもありかも。ちょっと待って、太平楽3連続出現ってマジ？スバルが来ない。ベテランとしてなら長野さんがいる。確かに。お考えたら巨人の外野陣すごいな。まあ堂浅さんもちょっと調子が悪かったら2軍調整も仕方ないレベルの層の厚さだね巨人。あ、巨人がそして二人目なんだ。開幕前に対談した選手。2011年、ブライアン・バニスター選手が、あー、なるほどなるほど。自身の不安で一球も投げずに引退。まあ、それは仕方ないっすよね。そこも、あの自身は本当にやばかったし。そら、心配を抱えてしまっても致し方がない。これは田中マサル爺さん言っとく？終盤力。1回戦スバル、2回戦ときめきかスルメ。いや、ときめき無理か。ときめき無理だな。2回戦スルメ行って、で1回戦スバル、2回戦スルミってコンボ3つ作った状態で3回戦花丸からの4回戦アンドロメダ。掘りすぎ。バンプ行ったら花丸高校で一気にコンボ2種類あるんだけど、いや、より夢を見よう。終盤力行こう。終盤力、年俸払わなくていいなら別にマイナスにはならない。まあ、多分契約でね、公式戦全くやってないんで、うん、その分カットされるんじゃないかな。いや、わからんけど、どんな契約になってるかわからんけど、お父さん。ちょっと、びっくりですわ。で、抽選箱がなくなってしまった。まだ抽選箱あるんで、どんどん回そう。萩尾くん、松原さんに浅野くんにチャンスが回る。梶谷さん、長野さん、ベテランに、2軍には秋広くん。まあ、秋広くん2軍調整からの覚醒を信じたい。まあ、浅野翔吾くんもね、貴重な右の外野手ってことで頑張ってほしいな。まあ、全てがマイナスに働くってことはない。むしろ巨人の若手選手にとってはプラス。そこは楽しみです。これもう加藤恭子にした方がいいのか。うわっ、
これはさすがにこれかな。1回戦スバルでホールさん4戦&浦賀コンボ、スバルスミラーコンボでコンボ2個で、2回戦バンプ行って堀杉内藤メルラミで、いやー、あずま取っときたいな。あずまが欲しい。街道確かに久しぶりなんですよね。うわ、もうあずま取っときて、これ無理かな。1回戦スバル、2回戦バンプで、3回戦前までにスカウトキクドアイラ。スカウト 1% だもんね。出現すれば、出現確率は3分の1で、確定で取れる。出現すれば確定で取れる選手、キクドアイラ。で、あと4回戦アンドロメダ。もう東を取っとくことによって3回戦を開ける。これでいきます。おーい、何やってんだよスバル、ようやく来た。ありがとう。ただこの場合はスバル戦わなきゃいけないから4回戦アンドロメダ固定はできない。まあ気合で当てよう。抽選箱残ってるし、4回戦アンドロメダは気合で当てればいい。ということで、いきます。ようやく出てきてくれた前夜祭スバル。まあ、ケイタさん、コンドラスタンプどうもです。いらっしゃい。バンプよ、バンプ。バンプの出現確率4分の2だし。いや、なんとかなると思うんだよな。で、ちょっと待ってね、こうしてこうしてこうしてこうで、こうしてこう行きましょう。ピッチャーホールサイン4世と、誰だっけ、スメラミカド、2人とも弾道3でホームラン狙える選手。終盤のホームランミッションも多分なんとかなると思う。行きます。でもって、さっきの変化球打ち取り変化球打ち取り数をミスらないように、ここはシングルヒットランナー出して、さてね、ツーベースは良くない。よし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 、こっから変化球打ち取り行こう。あ、今日のハイライト動画見てくれてありがとうございます。今日のってことは佐藤太郎かな。ありがとうございます。佐藤太郎、姫野カレンが2人を冬出場させなきゃいけないという縛り、大変でした。よし、ちょっと待ってね、変化球打ち取り目安は1回戦5回やらなきゃいけない。さっきは変化球打ち取り3回しかやってなかった。ソラマックスいけねえわ。ドクタケ以外は何になってるか、まあ、とりあえず脅威の切れ味狙うような初期面でしたね。今日はスメラミカドを初期面固定にしてスバルが来ればなっていう、そんな感じでしたね。よし、佐藤太郎よりも圧倒的に捕球ができる西野雄士投手、捕球30倍、佐藤太郎の捕球30倍です。めっちゃ強いわ。それはエラーなんてしない。ダリックさんどうも、こんなのです。いらっしゃい。まあ一平さんちょっとがっかりですね。今日の大谷さんの会見、あの内容が全て真実だとするのであれば、一平さんマジで最悪の人ですよ。あの人やばいわ。通訳を信用してはいけないとかもうえげつない。通訳ダブル通訳で、なんだろう、通訳2人雇ってさ、ね、お互いにそのダブルチェックしてもらわないといけないことになるかもしれないですよ今後。それほどまでにね、裏切られたっていうような内容やったんで、本当に大谷さんかわいそうでした。
まあ、今日の大谷さんの会見がね真実だということがこれからの、まあ、調査で明らかになるとは思うんですけどね。この機会にドラミさんが通訳やります。いや通訳やってる人って本当すげえと思うんよ。頭の構造を知りたい。うちの姉もさ時々その通訳してくれるんだけど、正直言ってね一平さん並みにできないよ。いやこんな感じのこと言ってるよみたいな。全体聞いてそのなんだろう一言二言でまとめるみたいな、そんな感じの通訳だからね。だからあんなに通訳として能力のある人がねあそこまでこう人を裏切れるのかっていう、まあ一平さん VS 大谷さんっていうね争いの対決な、争いのその様相なってますけど、どうなるんかね。個人的には大谷さんを支持したい。あ、斉藤さん、コンドラスタンプありがとうございます。台風組組長さんがね送ってくださいました。あ、龍の里さんスパチャご支援ありがとうございます。千葉ロッテ佐藤俊也キャッチャー作成をお願いします。プロ5年目、あ、開幕スタメン決まったんだ、それはおめでとうございます。昨シーズンはローキ君のフォークをちょっとパスボールすること目立ったかなっていう感じだったけど、今シーズンどうなるか。いや打撃はね本当素晴らしいんで注目っすね。で佐藤俊也、メジャーの佐藤俊也にちなんで9回の頭脳伝説のさよなら男の金徳徳のなるほど了解です。オーペナに64種の落合さんも入れてそれでオーペナ半端ないことになりそうだな。よいしょ、一平さんの味方するわけじゃないけどどうやって口座からお金を盗んだんだろうって思った。まあそれがね今後どうなるかですよね。一つ想像できるのが大谷さんこう海外でなんかこう物を買うこととかあんまないなかっただろうし、なんかそういう契約ごとお金が関連する契約ごととか全部英語のそのなんだろう契約書とか英語の契約書とか目を通すのがちょっと大変やと思うから、全部一平さんに任せてたんじゃないかなって。でそれに伴って銀行口座とかも全部一平さんに任せてしまっていたのではないかと。まあちょっとにわかにはね信じられないけど大谷さんやったらなんかやってそうな気がする。もう完全お金に関してはフリー、興味ないみたいな。もう見るから野球にしか興味がないような感じだったんで、可能性あるよねそういう可能性。そう相当信頼してたんよ。ただその信頼を完全に裏切ったのが水原さんで、そのなんだろう目の前にお金というまあ餌というか人参というかをぶら下げていたのが大谷さん。だからもし仮にそういう状況であったとするのであれば大谷さんも無防備すぎる。まあ盗む方が悪いんだけどね。盗む方が悪いんだけど、あまりにも無防備な状態であったんじゃないだろうかみたいな感じではちょっと想像できるかなっていう。まあ分かんないけど、これから調査機関がどういう発表をするか。もし仮にさ、その銀行口座に振り込んだであろう時刻、多分出てると思うんですよ、その時刻が記録として残ってると思うんですよね。その時刻に大谷さんが完全にそのトレーニングとかで
ドジャーススタジアム公の場所にいたとか、もう明らか携帯とかパソコンとか触ってない状況で、その入金振り込みがあったのであれば、完全に大谷さんはもう白になります。まあそういう証拠が今後出るかどうか、まあそれはもう今後のその調査機関の発表を待つしかないんじゃないですか。まあ大谷さんが嘘ついてるとは思えないからな。モブスタートファイブツーベースオッケーです。まあ我々は一ファンとして大谷さんのそのプレーを楽しく的そこだけに注目しよう。でちょっと待って、全然足りねえ何やってんの熱盛。はい、うわ、大谷さん10時間睡眠とかもあるし、隙は大きい。いや絶対隙大きいと思う。普通にトレーニングシステム、うん、トレーニングジムとかにも行ってるだろうし、大谷さんのそのプライベートの時間、野球以外に やってる時間があるのかどうかあ、台風組組長さん、さらにメンバーシップギフトありがとうございます。今日だけで10件目ありがとうございますご支援感謝です。じゃあ矢部くんの被弾とともに、よいしょ矢部くんの被弾とともにありがとうを表そう。さて、やべえやつ打たれろ矢部くん。よし、ちょっと待ってね、気づいたら変化球一人、さっきと同じく3つしかできてなかった。全然足りません。いや、入浴盛りとかしてなかったね。全然経験点稼げてないなんということだ、経験点まだ3分の1ぐらいやんけ。いやびっくりだわこれ、気づいたら5回で得点したらダメだったやばいやばいやばい、冷静にいこう。まあ、リオさんどうもコンドルです、いらっしゃい右上の表がすごいことになっている。圧倒的に経験点足りないんだが、上限143点、これでようやくあと倍。いや延長戦で稼げってひでえ話だ。まあちょっと打順調整頑張んなきゃいけないかな。選手獲得条件が3点差なんで、必ず最後ホームランで終わらせないといけない。よいしょ、プロスピのグランドオープン行きましたいやーなんかもうサトテルの画像めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。森友哉さんの顔はちょっと一瞬似てるかなと思っちゃったけど、サトテルはもう完璧似てると思う。めちゃくちゃ楽しみなんだがプロスピ多分買うわ。プロスピ2019以来のプロスピ楽しむかもしれない。でここはちゃんと9番で終わらして10回ちょっとホームランチャンス生み出そう。栄冠9天才肌9人お疲れ様ですあとは天才肌の鈴木誠也さん、まだいけるのかそれ、いくマジか、天才肌10人の栄冠9とかめっちゃ頑張ったな。厳選お疲れ様です、すごいわ。その厳選にもうあっぱれを10個ぐらい与えたい、天才人数分あっぱれを与えたい。
4点差なら超えるけど3点差の場合変化球ポイント超えないんで、3点差でもマックス生きるようにここは変化球1人。オッケー。いや今度はどうもです、ワノ様にしたい、どうもです。プレス5でパワープロ出るなら、いやパワープロはね、PS4 とスイッチ確定です。公式ホームページ上に出てました。発売日はじゃないんだけど PS4 とスイッチで発売するってことが表示されてましたね。発売日はまだ出てないんだけど、ホームラン打ったら超える。プロスピが PS5 と Steam。 いやでもさ、今後2年間はね、 PS4 スイッチでパワープロってことがもう決められちゃってるから、どうなるんだろうその辺。あ、これはミスバッティングが過ぎる。まあでもパワープロ的に変わるとするならば2年後か。2年後もしかしたらスチーム対応、スチーム対応になるのであれば、いや本当にもうマウスとコントローラーをどう分けるのか、ゲーム業界の永遠の課題ですもんね。エイペックスはまあごちゃ混ぜにして、いろんな賛否両論ありながら、まあ盛り上がってはいるし、ただチート対策は大変なことになってるみたいだけど、スイッチが7年前じゃあ合計で9年間パワープロスイッチでやるってこと考えたらえぐいな。まあでも間違いなくそうなるとは思いますけどね。パワープロ2026に関してはもう確実にスイッチと PS4 は無理でしょうね。任天堂の次世代機 PS5 のさらに次世代機プラス Steam、 なんかその辺でこうパワープロ関連回される気がするな。まあ少なくとも2年間はパワープロ2024、2025の2年間は PS4 スイッチなんで、まあ、そこは一安心。そう、パワープロ新情報早く発表してほしい。いつになったら来るんでしょうか。昔のパワープロ96、98とか Windows 版があったみたい。そん時マウスとかやったんかな。どうだったんだろう。何でプレイしたんだろう。わざわざコントローラーを差し込まないと絶対に無理だったとか。いやー、どういう感じだったのか。まあとりあえず、ね、コンボ1個目スメラー&スバルイベント、第4の壁を乗り越えたこのスメラーイベントで技術が合計100ポイント、変化球50点、金徳驚異の切れ味に内角攻めのコツがレベル3。ありがとうございます。いや、ドラカツワンダフォーパワフルフェスティバル、ベイ、ありがとうございます。まあ、話しながら堀杉さんがホームラン打ってくれた、助かりました。で2回戦がバンプね。ここ抽選箱消費したくない、お願いします。うわー、怖え、これ出てくるかな。え、ちょっと待ってね、冷静に行こう、冷静になってる。まだ菊平来てないんだよな、それが心配。大丈夫。3回戦前までに菊平かつ4回戦が抽選箱なしバージョンのアンドロメダ、確率4分の1。怖いんだけど。ウルシトゥーさん、どうも、コンドラです。ヒギリちゃんたちの新情報発表予告が可愛かった。ヒギリちゃんたちの発表予告あった。それちょっと気になるんだが。でもっ
って大丈夫なのでしょうか。まあ、とりあえずバンプね。2024でスイーパーあるのかな。プロスピだったらあるんじゃない、スイーパー可能性ある。パワープロ3人娘え、パワープロ3人娘言ったら、あの遊戯王カードのあのパワープロレディ3人娘しかちょっと、うん、それしかちょっと思い出せんまあとりあえず OK。 プロスピは、あれプロスピって発売日出てました？発売日までは確か出てなかったっけ。まあでもプロスピも2024発売するってことで、ね、ビッグニュースやったね。パワープロアプリではスイープに該当するやつ、そんなのがあるのか。ああ今年中とだけ、まだ発売日は確定してないんだ。いやーパワープロもそうやけど、プロスピもパワープロも早く発売情報来てほしいな。発売情報とか発売日情報。プロスピ2019が確か秋とかじゃなかったっけ、なんか9月か11月かそれぐらいだった気がする。遊戯王はパワープロレディ3姉妹、あのカード普通に欲しかったんだけど入手できなかったわ。お、バットの先ですくい上げるヒットナイス。ホークス情報、開幕戦途中出場との噂、河村選手。いいね情報が。そう開幕戦もさ今週末にあるじゃないですか。でプロ野球もどん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 そういういろんな情報出てほしい。あと今シーズンどこでそのなんだろう、ネット中継契約しようか、なんかおすすめないですかこのままだったらね、スカパーで契約しようかなと思ってます。スカパーってパソコン見れんの、まあ、携帯って書いてあるんだけどパソコンって書いてないんですよ。携帯で見れるんだったらパソコンも見れますよね。え、その辺どうなんだろう。ちょっとスカパープロ野球セット契約してる人ちょっと教えてほしい。スマホ版にエスコンあったっけ、エスコンワープロもエスコンを次回作ぜひともお願いします。今年中12月31日23時59分59秒1秒だけ2024年、詐欺やんそれ訴えたら絶対勝てるぞ。ああるんだ、よかったよかった。 PC 版でも PC 版で PC でもスカパネット中継見れるんだプロ野球。ジャムをスカパーかな。12球団全試合中継やるっていう話だからね。よいしょ。あくまで噂途中出場。まあでもよいしょ。まあ、国母監督がどういう決断を下すのか、そこも楽しみかな。ダゾーン、それよ、プロ野球広島戦見れないんですよね。で広島戦見れないってことは、その広島をホーム球場としてる試合全部見れなくて、うん、昨シーズンまでは結構ね歯がゆい思いしたし、もうそろそろちょっと別のところ行こうかなって。スカパーだったらさ、なんか J スポーツもあるって話だけど、 J スポーツは J スポーツって言ってもメジャーの試合が見れるとかじゃないんですよね。プロ野球だけだよね、 NPB だけですよね。そこがな、
そこわざわざ両方契約しなきゃいけないのはちょっと大変。初球を打ちました。さあゲッツーになるか。アウト。パワフェスチャレンジャーズ同点のチャンスを迎えます。いやもう広島もさ、今日安打を放っている熊坂、なんだろう、パリーグ TV じゃなくてセリーグ TV みたいなものにちゃんと加入してセットで販売できるようになればね、プロ野球界にとって本当に大きなプラスだと思うんだけど、本当に広島さんお願いしますよ。今年のような昭和に、え、昭和打線はやめる昭和打線って何、やべがやべたるゆえんを見せてほしい、積極的に行ってもらいたい、打った、痛烈な当たり。まあこの2024年のプロ野球がまたどう変わるか、そしてどういった若い選手がまた出てくるか、いろいろ楽しみです。2024発売までに中二病を治さなきゃ、スバル。スバルくん、メンタルさえ治ればスターダストシュートを覚えて強くなる。アベマが今年もメジャーリーグ放送予定。アベマ昨シーズンも一昨年のシーズンもね、ちょっと契約してた時あったんだけど、全試合やるってことじゃないんですよね。大谷さんの試合を全試合やるってわけでもなくて、見たかったのに見れなかったりとかしたんで、途中から J スポーツ、確かね8月ぐらいから J スポーツの契約行ったんですよ。ネットフリックスの中の J スポーツ契約、そしたらもうメジャーの試合全部見れました。しかもさ、確か月が2000円ぐらいで結構安かったんよ。不思議に思ったんですよね。ダゾーン、まあ11球団、広島除いての11球団。で、時たま中日のホーム球場の試合もやらない。そのダゾーンが、大体月3000円、4000円でしたっけ。J スポーツだったら、まあ月2000円ぐらいでメジャー全球団の試合毎日見れるっていうあれ料金的に試合数的に逆じゃねえかなって思いました。まあそういう意味でちょっと料金体系とか、あとね、そういう放送のやつにね、ちょっとダゾーンは不満抱えてるんで、せめて12球団全部やってほしい。見たい試合が、その見れないっていうのは歯がゆいからね。特に野球のその旬なネタに置いてかれたくないし、みんなと一緒にそういう話で盛り上がりたい。今日は誰々がどういう活躍したよねみたいなそういう話に置いてかれたくないんよ、見たいんよ。あースプロ TV Now は結構聞きますね、話よく Twitter とかにスポ TV Now からのね映像とかが流れてきてる。そういったところもあるからな、なんかもうおすすめあったら教えてほしい。まあ、とりあえず今のままだと多分スカパーになると思う。あと数日後にはもう決めようかなと思ってます。ということでマーニーさん、コノラスタンプどうも。パワープロ新作のためにスイッチ買うかどうか悩み中ですスイッチ、いやまあでも今どうなんだっけスイッチ。まあスイッチもいいかもだけど、 PS5 だったらプロスピもできるしおすすめですよ。あと多分だけどパワープロ2026
作品になったらさすがにね PS4 とスイッチはもうないと思うんですよね。だから次のことも考えるんだったら PS5 買って次回作も PS5 で遊べるようにしといた方がいいかもしれない。 PS5 だったら、まあ、PS4 のソフトも使えるし。まあでももうスイッチのコントローラーでしかできないっていうであればスイッチでやるべきだけど、そうコントローラーにもやっぱ差あるからな。スイッチはいいぞ。まあスイッチ持ってるんだったらもうスイッチだったらねこう寝ながらできたりとか、もうテレビの前じゃなくてもね移動しながらでもできるじゃないですか。それめちゃくちゃいいですよね。栄冠9とかもそうだし、でも新しくそのゲームか、まあハードを買うんであればさすがに PS5 をおすすめしたい。まあでもスイッチにしかないゲームとかもあるからね、マリオ関連とかポケモンとかそういったところもやな、合わせて考えなきゃいけないかも。あ、パイナップルさん、コンドラスタンプどうもです。ハイライト見てくれてありがとうございます。カレンちゃん、コツレベル5もらって初めて釣り合いが取れるくらい。いやもうだからカレンちゃん使ってないんですよ今まで。よいしょ、カレンちゃんなー、オール G になってしまってそれを D に戻すのに絶望の経験点必要だし。メガネワンダーランドです。もうとにかく大変なんよ佐藤太郎。あんだけ大変な目にあってね、何がプラスなのか。まあでも特殊能力だけの選手を作りたいんであれば本当に最高やった。なんだっけ、バントマルとサヨナラ男以外、あとキャッチャー、それ以外全部取れたんでしたっけ。で伸びのこつレベル3でかすぎる。ありがとうございます。使うと 90.2% 全員取れる。APEX とかの FPS やるなら PS5 だね。もうそのやりたいゲームによっても買った方がいいかもしれない。 MLB ザ・ショー24もできるから PS5 よき。スイッチのケースショルダーカバンに便利。移動しながらゲームをやりたいんだったらスイッチ、あとマリオとかゼルダとかポケモンとかやりたいんだったらスイッチか。でまあプロスピとか MLB ザショーとかやりたいんだったら PS5、 まあ画質も綺麗だし本当にサクサク動く。ということで、ラミーちゃんから伸びのコツレベル3もらってこの3人コンボ、怪物キュウイとギアチェン、ありがとうございます。筋力70点の技術が合計65ポイント経験点、ありがとうございます。うわー、こっちか。トゥルルー3回戦。ちょっと待って、イベントない？3回戦。帝王しかないか。帝王だけか。帝王、確率8分の1。8分の1って、何？トゥルルーコンボがない。はい、なんでそこで聞くとアイラ来ねえんだよ。どっちも買おう。そうだね、どっちも買ってしまうのが一番だけど、まあさすがにハード高いからな。デニキと戦ったところでコンボがなかった。いやー、ちょっと待ってくださいね。これ考えましょうか。スメラ、スバルルート、ちょっと苦しいな。4回戦アンドロメダ固定化させたいし。苦行チャレンジ。やっぱもう掘りすぎ。今日太平楽の確率も高いから、雲海天城とか。何行こうかな。
強心臓。ピンチでも、まあ、ピンチでも強いメンタルで淡々と投げ抜くみたいなこと書いてあったし、あり。1回戦 SG、 久しぶりに強心臓言っとく。まあ怪我から復活するそのメンタル、3分間待ってやる。3分間待ったら引くことできたんですかね。まあ残念、引く度合いらか帝王かどちらか必要だった。はい、1回戦が SG、 2回戦バンプ、3回戦花丸からの4回戦アンドロメダ。こっち？こっちはどう？騎馬軍事コンボ、騎馬軍事、2回戦戦国で、3回戦花丸からの4回戦アンドロメダ。トップギアとなんだっけ、ちょっと待ってくださいね。あれ玉とかでしたっけ、騎馬軍事、トップギアとあれ玉のコツがレベル1、筋力50点。いや筋力50はちょっと微妙だな。まあそれやったらやっぱ3人コンボの方が技術合計65点もらえるし、まあ筋力も70点、上位互換。こっちか。1回戦 SG、 2回戦バンプ、3回戦花丸で4回戦がアンドロメダ。前夜祭スバルは引けず。スイッチ持ってるけど有機 EL の方も欲しい。有機 EL、 それが果たしてどういう感じなのか。そしてすまねえ、もうスバルの時代は終わったんだ。トゥルルー SG が来ない。7年経ってるから次世代機が出てきそう。まあスイッチそろそろ次世代機ありそうですよね。でも任天堂さんからそういう話全く聞かないしな。でもやっぱそろそろある気はするわ。やっぱスイッチね、プレイヤー人口めちゃくちゃ多いと思いますよ。まあ言うてその PS4 と PS5、 PS シリーズで言えば PS4 と PS5 両方またがってるから、やっぱその分やっぱ人口は多くなるのかなっていう気はするし、まあ実際その通りだと思うし。いつまでスイッチを引っ張るのか。いやーちょっと待って、3人コンボあるぞ。1回戦 SG 高校で、2回戦と3回戦でコンボ起こしたいんで、2回戦がバンプ、3回戦花丸、東を取りつつ4回戦アンドロメダ。いっちゃう、いっちゃおう。よし、4回戦アンドロメダ確定。これ1回戦 SG が来れば神。 PS5 の値段調べたら、野球の軟式ミズノのオーダーグローブを1つ買えるぐらいの値段。まあ大体今ハードってそういう値段ですよ。 SG ナイス。え、スバル確定出現だから SG 高校の出現率1/7。当てた？えぐっ。あ、違う、6分の1か。6分の1を当てた SG。 いや、言うてそれえぐい。あ、メカニクスも潰してたんで確率5分の1か。それでも 20%。 いや、えぐいって。ありがとうございます。
マジか、確率5分の1当てたぞ。5分の1 SG 当てて4回戦アンドロメダ覚醒とかってマジか。行くしかねえだろもう。え、あとは2回戦、3回戦スカウトでコンボ1種類かつ3回戦花丸か。あ、3回戦花丸が必要なんだ。なんとかしよう。で、このメンツよ、このメンツマジか、辛いな。やるしかねえ。オッケー。な、龍の札さん、さらにスパチャご支援ありがとうございます。お、背番号17番大谷さんに譲ってくれた、ドジャースのショー・ケリー、いや、ジョー・ケリー投手。ジョー・ケリー投手、この前のオープン戦良かったっすね。球速156キロ。2017年は164キロも記録。球速すぎんだろ。あ、変化球の種類も。ありがとうございます。スタミナは C か D。筋トレは解くのは皆さんで。ジョー・キリー投手。背番号99番、ありがとうボール。それでいこうか、オリヒェン。そして経験点もありがとうございます。ちょっと待ってね。まずは、ジョー・キリーさんのボールは暴れてる感じ？まずはとりあえず変化球での打ち取り成功。OK。いや、小野寺段好きな巨人ファンさんもどうも、小野寺さんぱりなす。オドア選手の対談ふざけるなよ。いや、もうびっくりだよ、本当に。巨人の開幕戦、ライトがどうなるのか。浅野翔吾君、ライトあるんじゃないか。え、かなりそこはね、楽しみにしてる。え、巨人の開幕のその外野陣ってどんな感じになりそうなん？センターは佐々木くんも確定？ラキヒロくん2軍スタートだったっけ？丸さんがレフトとかかな。で、ライトが、まあ、浅野翔吾くんか、牧原くんか、まあ、牧原さんか、あと誰だ？まあ、カジックス。まずは初球。見送ってボール。カウントワンボール。過去にはジョー・ケリーはアストローズの打者陣に報復だけまくってた。やめてあげてよ、そんなん。報復デッドボールとか、そんなん野球じゃねえから。松原選手ライト。松原選手ライト、やっぱ可能性高いか。オープン戦めちゃくちゃ調子良かったみたいだもんね。打率4割近くあったんだっけ。任天堂の携帯ゲーム機調べてみたら DS が2004年、スイッチが2017年。まだしばらくない気がする。まあ、携帯ゲームは多分スイッチで十分いけるとは思いますけど、さすがに PS5 に対抗はね、そろそろできなくなってきてると思いますよ。そこも大事。そこも大事です。野球に真摯に取り組みましょう。甲子園はね、日本のその投手がよく投げてるボールですよ。綺麗なストレートのことをフォーシームってよく言ってますね。ツーシームは若干シンカー方向に変化しますけど、フォーシームは大抵はこうまっすぐに行きます。まあ、時たまシュート回転するピッチャーもいますけどね。チャンスを広げていきたいところ。投球これから2球目。よいしょ。
大谷さん背番号を譲ってくれただけなのにポルシェだったっけ確か。車を買うとか金持ちすぎる。ポンと出すんすよ。多分大谷さん自分の車ついでに買ったのか、それともジョーキリー投手へのプレゼントの車を買うついでに自分の車も買ったのか。同じ車を2つ買ったらしい。ドラミさんのテレビ会社は何ですか。テレビ会社って何ですか。さっきのネット中継どこと契約するかっていう話、まあダゾーンよかスカパーかなって今は考えてますけど、スポ TV ナウとかも一応今はまだ気になってます。テレビの会社どういうこと。富山でね放送するのは地上波は4局だけですね。で入る富山で入る放送局っていうそういう話。ごめんなさい何の話かがわからん。何せ何せか今テレビ何せかって言われたら、いやちょっと待って、えいセンターゴロナイス。テレビか、こっちのモニターはね勉強とかあと、デルとかモニターは使ってるんですけど、テレビはねちょっと待って、向こうのテレビ何だったっけな覚えてない。かなり昔に買ったシャープとかかな。今はもうないシャープ。よいしょ。宇宙間のフライ。アンバウンドヒットになる。やべ、一塁回って二塁へ。基本ね、でもあれなんですよ。パワフェスチャレンジャー、同点のチャンスを迎えます。ここでバッターは並木。まずは繰り出しに戻しておきたい。そのモニター、便球とか出るとかのモニターにパソコンつないで、そこからね、その野球中継とか見てるんですよ。基本的には。まあ、時たまその地上波とかでまあサッカーの国際試合とかあと侍ジャパン戦とか入ってたらそっちで流すけど、レグザレグザもあるかな、うちちょっと分からん。3つぐらいあるからね多分。うん、シャープとレグザとあと何か。いやーな感じやと思うな。台所に置いてあるテレビがシャープかな。リビングに置いてあるテレビなんだろう。わかんねえわ。いや、ジンビームさんどうも、コンドラです。いらっしゃい。渡来選手作成しながら見てる。お疲れ様です。渡来さん、オープン戦の三冠王。新人なのに、オープン戦三冠王。素晴らしいよ。よいしょ。今シーズン渡来さん普通に打率2割8分 OPS 8割超え、めっちゃ確率高いと思う。ホームランは20本、うまくいったら OPS 9割超えとかもあるんじゃないかな。えぐいってそれ。パワフェスチャレンジャーなおもチャンスが続きます。そしてバッターボックスは並木。えぐいってそれ。コスパ優先ならハイセンスがおすすめ。東芝のテレビ部門売却さの先なのもあって使いやすい。そっか、そういう販売元とか関係してたらちょっと割安とかでも買えるんかな。羨ましい。
シャープは亀山モデルが昔あったありましたね。亀山モデル、亀山モデルはものすごいこう品質がいいとかっていう話だった。よいしょ、懐かしい。そのシャープも今はもうあの当時シャープがなくなるなんて想像もしてなかったな。面白くなってきました。さらに勝ち越しのチャンス。よいしょ、打ちました。初球打ち、三遊間へのゴロ。いや惜しい。ここはそして迎えるバッターは藤野。さあ1球目、初球を打ちました。え、もうそろそろ4点差5点差で経験点マックスあるか。神山工事を作るのがコストかかりすぎてっていうのもあるし、あと台湾のその工場があまりにも生産段数台数が多すぎてやられたんでしたっけ。低コストで作れるみたいな。あの時の台湾のそのまあ人件費とかめちゃくちゃ安かったですからね、日本に比べたら。そうやってどんどん業界が変わっていく。それに対応していかなければいけない。で今度は逆に中国系の人件費が上がってきて、ベトナムとかインドネシアの人件費が安いからそっちに工場を移してる会社も多いんでしたっけ。そうやってどんどんと世界情勢が変わっていく。まあ果たして日本はどういった道を歩むのか。そしてシャープの復活はあるのだろうか。順調ですか。いやー現在はねどうなんすかこれ。全くコンボ揃わん。ただようやくチャンスあるようなメンツ来てくれたんでワンチャン行きたいっていう感じで進めてます。3人コンボあるからね今回の初期面。初期面で3人コンボが確定。このチャンスをものにしたい。2回戦バンプ、3回戦花丸、そう全部当てなきゃ。いや全部当てるんや。で4回戦アンドロメダ確定だし、そう前夜祭スバルが来てくれてる。花丸当てなきゃいけないっていうのがちょっと辛いんですよね。可能性ある。ホームはどうなの。2回戦バンプ以外だったら他何あるんだろう。まあ、3回戦花丸行った東絶対取らなきゃいけないし、3回戦花丸行けないんだったら3回戦後のスカウトで確実に東引かなきゃいけなくなるんですよね。その確率はあまりにも低すぎる。そうもう3人コンボ初期面で当ててるからこれでこれいけたらだいぶでかい。ちなみに西野裕二投手の持ってる公式で持ってる逃げ玉という能力、逃げ玉の金徳か3人コンボでできるんですよ。よし大量得点ナイス。球数は63球、あと10球 OK、まあ、絶対大丈夫か。はい、ということでさあ1回戦クリア。打たれ強さのコツレベル2どうもです。
まあ、ひかにサトリーマネー獲得がでかいですね。イヌキ獲得で低めのコツレベル1、これだけでもかなり技術ポイント節約できるかな。さあひかみサトリが来た。そしてスバルさよならバイバイ。これで4回戦アンドロメダ確定。加藤京子を獲得できることが確定した。加藤京子東を当てたいんだ。1回戦の屋台村は臨床30点多かったはずなんで、2回戦屋台村の方がいいんか。先にウォーターパーク行きます。そう、逃げ玉は本リーダー厳禁。本リーダー厳禁の金属取りに行きます。確か本リーダー厳禁だったはず。で1回戦このイベントで金徳強心臓、変化球40点の技術20ポイント、これも美味しいかな。いやもうスバルさよならバイバイですよ。いける。さあ問題はここ。あ、スルメでも OK。スルメかバンプ。よし、スルメナイス。ああ、バンプ来てなかったけどスルメ来てて、ちょっと待ってね。抽選箱残してる、これ大事。抽選箱何個？ 2 個。え、2個だったら使ってもいい。いや、ちょっと待ってね。いや、冷静に行こう。冷静に行くんです。4回戦アンドロメダ確定なんだよね。で3回戦枠つぶしはできてないか。3回戦確率5分の2、花丸出る確率5分の2、抽選箱使ったら3分の2、どちらかで出る確率は 80%。 え、ちなみにここで抽選箱を使ってバンプが出る確率も3分の2。いやちょっと待って、冷静に行こう。冷静に、本当にこれは冷静か。もういいんじゃないか。勝利の星言うてもそこまでだもんね。うん、スルメの方が技術ポイント多いし、バンピオかスルメの方が技術ポイントが圧倒的に多い。そうだね、冷静に考えたらスルメで正解か。よし、ということでスルメ行きましょう。イヌキも強いね。小出くんがスタミナなくなっていて、青葉くんが素で絶不調。青葉しっかりしろって。よし、ということでこれはいけるぞ。まあ、山谷さんどうもコノラです。仕事前お疲れ様です。いらっしゃい。いや、きっと大丈夫。今考えたら、冷静に考えたらリモコン1個しかないんですよね。アラン戦でこのままだとリモコンが使えない。いや、でもきっと大丈夫。行きましょう。お、アルペンスタジアム。巨人対横浜が今シーズンある。いいね、見に行きたいねそれ。巨人対横浜、いつだっけな、なんか2013年ぐらいに見に行った記憶あるわ。うえい行ったそう。5月か。ゴールデンウィーク明けか。いやでも普通に見に行きたい。どこファンですか。いやまあとりあえず若い選手応援してますね。なんかこう特定の球団だけっていう感じじゃないです。
なんかこうドラフトで注目された選手とか、まあ、基本的には23、4歳以下ぐらいの選手を追っかけて応援してます。なんと初回先制点を奪われた。だからどう言えばいいんだろう、12球団のファンでもあり12球団のファンでもないみたいな、なんかそういうそんな感じ。若手ファンっていうのがもう一番すっきり言うする、うん、説明になるとは思うんだけど、説明がむずいな一言で表せられない。さあここは足を使ってチャンスを広げたい。12球団に応援してる選手がいるよっていう、そういう野球ファンですね、うん、その説明が一番しっくりくるわ。いやーナイス同点ホームラン、これ普通に助かった。今年注目の若手、いやもうね、とりあえず昨シーズン結構こう目が出始めてた秋広くんとか応援してたんですけど、巨人だったら今ちょっと佐々木俊介選手、オープン戦打率4割、かなり楽しみにします。あと横浜のルーキー渡来くんとかもすごく楽しみだし、阪神の森下選手もどこまでこう活躍するか、昨シーズンの9月以降のような活躍がもう一度できるかどうかっていうのも楽しみです。他の球団だったらそうだな、オリックスだったら北亮斗選手とか、ちょっと怪我しちゃったんだっけ、その怪我の具合心配ですけど、うん、まあそろそろ出てくるんじゃないかってすごくこう楽しみにしてる選手ですね。とまあ若手ちょっと上げればキリないですけど、そんな感じで若手応援してます。でちょっと待ってね、ストレートでアウトを取ってる余裕はあまりない。さあ外してくるのか、打った二遊間ライナー破ったセンターの前、もったいね、ストレートでアウトなんて取ってるから。どこの高校を応援してるわけでもない甲子園のおじさん、いやーそれのプロ野球バージョンか、なるほどなんかしっくりくるわそれ。よいしょ、そういう人って少ないのかな、若手選手を応援してて、まあ12球団にそういう応援してる選手がいるよっていう人って結構少ないんですかね。自分の周りでもそういう応援の仕方してる人はあんまいないから。いやメジャーリーガーファンもいいっすね。メジャーリーガーもうあれっすよ、日本人選手みんな応援してます。さあ次は何で来るか、メジャーリーグにいる日本人選手を応援するような感覚で12球団の、まあ、若手ちょっと出てきた選手をみんな応援してるっていう感じ。先ほどの時、さあ猪木がマイペースに打席に入ります。なんとか食らいついてほしい。だからこうチームの勝敗よりかは、なんだろう、その注目してる選手の結果活躍まあ、ピッチングだったり打撃だったり守備だったり、そういったワンプレーワンプレーの方にちょっとこう心が動くというか。でもやっぱチームの勝敗あんまりこう見てないっていう人少ないんかな。5月14日火曜日、富山で巨人対横浜の試合。自分がねそのプロ野球の試合見たのがそう、ちょっと何年か忘れたけど多分2013年ぐらいだったと思う。その時も富山に来てくれた巨人対横浜戦でした。坂本選手とか、あと、まあ、亀井選手とかが
めちゃくちゃ長打打ちまくって7対3ぐらいで巨人勝ったんじゃなかったっけっていうようなゲームだったね。面白い見方をしてる。やっぱ少ないんかな、そういう見方してる人。そう、ドジャース負けても大谷さんが活躍すれば OK。 そう、そんな感覚、そんな感覚よ。そんな感覚で12球団の若い選手、まあ注目してる選手、推しの選手を、推しっていうのかな、まあこう応援してる選手を見てて活躍したら嬉しいみたいな。まあ昨シーズン正直言ってエンゼルス負けても大谷さんホームラン打ったら別に良かったし、基本的に12球団そんな感じで若い選手応援してますね。そういう見方をしてる。ちょ待って、何やってんのセカンド。いつぐらいからだろうな、こういう見方するようになったの。幾度もくぐり抜けてきました。しっかりと抑えてくれるでしょう。いつからだ、若手に注目するようになったのは。パワフェスチャレンジャーズ逆転のピンチ、ツーアウト満塁。え、パッと出てこんけど、社会人くらいになってからかな、多分自分と同じ年代の選手が活躍し始めて、おーすげえ頑張れってなって、そこからだと思う。そこからずっと若い選手を応援するようになった。この先を見据えてるタイプ。いやーでも嬉しくないですか、そうやって応援してた人がさ大活躍するとか。森友哉さんがこう首位打者取った時とかめちゃくちゃ嬉しかったもん。あのフルスイングが好きでね、ずっと応援してたんだけど、もうそうしたら山賊打線の一角としても大活躍してくれて。やっぱそういう、なんだろう、応援してる選手が活躍したっていう成功体験があったから、まあ多分もうその後もずっと、うん、若い選手を応援するようになったんかな、多分そんな感じやと思う、自分を分析すると。そして相手の守備範囲が広すぎる。広島かオリの西川さんだけを応援してる。広島オリックスの西川さん、龍馬さん、龍馬さんもワンバンのボールをヒットにした頃からもうずっと注目してました。よいしょい、4失点ペナルティーだけど3点差ボーナス、筋力2ポイントオーバー、失点はできねえ。そうですね、巨人と日本ハムの試合は結構ね見る機会が多かったんですよね。それで回答した。まあでももうその頃から巨人日ハムだけじゃなくて、もう本当はいろんな球団の若い選手を応援してたし、まああとなんだろう、北陸出身の選手とかも応援してるし、まあヤクルトだったら奥川くんとか、石川県星稜出身だしね、もう応援せざるを得ない。ちなみにここザンス、ちょっと乙女か、乙女忘れたらゲームオーバー、危ね。乙女取ってザンス取って技術ポイント、あとどうする、精神ポイントそこまでいらんか、村雨か。村雨で技術30ポイント、オッケー。学生時代は、いや言うてね、小中学生の時は結構地上波入ってたんですけど、巨人戦しか入ってなかった。だからもう高橋由伸さんとか松井秀喜さんとか、清水隆之さんが出てたぐらいまでかな。もうがっつり巨人ファンでしたね。
ただちょっとあんまりテレビ見なくなって、まあその後地上波でテレビ放送も入んなくなって、しばらく空いちゃったんですよ、野球中継見る機会が少なくなって。で久しぶりに見て、こうまあそうなったって感じ。あぶねえ。いやー、抽選箱残して大正解、花丸来てくれました。ということでコンボ確定っすね、ありがとうございます。戦力考えたら外野が十分。言ったら矢部くんいらない。じゃあ物虎岡田です。そう、清水孝之さん大好きだったわ、あの代打の清水孝之さん、ライト方向にさ、どでかいホームラン、サヨナラホームラン、満塁サヨナラホームランだっけ、いや忘れたけど、なんか打った時が多分一つのチームを応援 してる、うん、このドラミのピークだったと思う。いやー、清水孝之さん弾丸ライナー良かったっすね、あの時懐かしいな。あと種田さんとか好きだった。あの覚えてます、横浜の種田さん、ガニ股打法言われてる人、あのガニ股打法で打率が3割いくつだっけな、3分とか打ってた気がする、めっちゃ打率高かったんやって、すごい打法なのに。ファーストとセカンドとサード、ファーストとセカンドがいない、いやここは浦賀で行こう。ドラミさんの好きだった試合は、好きだった試合一つあげろって言われたら、いやめっちゃむずいなそれ。まあでもやっぱ最近っすね、佐々木朗希くんが完全試合したゲームとか、あの連続奪三振もすごかったし、正直言ってこう興奮しながら見てました。すげえ、また奪三振、すげえって。よし、これで経験点完走もしない、 OK。 はあ、今日はどんなフォークにしよう。レフト清水、センター松井、ライト高橋由伸、サード江藤、江藤さんナッツ、ショート仁岡、セカンド西さん、ファースト清原さん、キャッチャー村田さん。阿部慎之助さんの時になってシーズン ホームラン数250本でしたっけ、なんかすごかったっすよね、もう250本塁打生まれないんだろうな。いや絶対ありえないわ、あんなホームラン数。なんだっけ、今年のソフトバンクのこのオープン戦、ホームランペースものすごいらしいけど、それでもシーズン換算してもシーズンホームラン数150本前後でしたっけ。どうやって2割5分打ったんだよ。いやいや、250本ホームラン打ったんだよ。本当に信じられない。金田さん3割1分打っている。3割1分いいね。去年の CS3 試合目ロッテ対ソフトバンク、なんだっけな、山口浩輝くんがすげえ当たり打ったの覚えてる。おっ2アウトスタートか、まあ、OK、いやーきつー。変化球打ち取り1個のみ、やばいやばいやばい。種田さんいろいろやらかして捕まっちゃった。マジか、これは知らんかった。あのガニ股打法、いやもう注目集めて好きやったな正直言って。学生時代は、うん、あの打法遊びながら真似したこともある。打てんかったけど、
あのガニ股打法でスイングしてまともにスイングはできなかった。だからこそ種田さんすげえってなったんかな。どうやって打ってんのあの人って。映像を見ても理解できなかった。タフィーにイスンヨプ、清原、安倍さん、吉信さん。えぐかった。守備もえぐかった。ペタジーニとかね。いやー、守備禁止だったわ、あの時。まあ、ケイタさん、スパチャ越しあります。レッド、3分間ヒーローとして勝負してやる。3分しか持たんの。じゃあもうスタミナ G じゃん。いやナイスパーありがとうございます。ライトペタ自身の強肩。あコントロールは良かったん。ペッタン、ペタジーニのことをペッタンって言いながら応援してた記憶ある。ウルトラマン、レッドはウルトラマンだった。いやアウトかよこれ。あやべ、操作を飛ばすわけにはいかない。ウルトラレッド普通に強そう。でもスタミナ A だから3分と言わず多分30日ぐらい活動できるよこの選手。でも1ヶ月間怪獣と戦い続けられるとなんかもう街崩壊するよね。ペタキャノン大ボット。そんなにコントロールひどかったんか。むしろ悪い方だった。いやちょっと待って、普通アウトになっちゃったの痛いよ。レッドさんピンチへ。重い球。よし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 。はあ、ちょっと待ってね、投球操作引き当てないと本当にやばい。あー松田さんも良かったな。さよならタイムリー優勝決定試合。あとは村田慎一さんのあれ誰だっけ。じゃあ小久保さんの引退試合でノーヒットノーラン達成したの誰でしたっけ。村田慎一さんの引退試合でも何かが起きた気がする。キャッチャーの遥か頭上を越えていくペタキャノン。肩は弱かったのにペタキャノン。よいしょ。自衛隊じゃ怪獣は倒せない。なんだっけ、自衛隊兵器が全く効かないんでしたっけ。それも人類からすると本当にやばいんだよな。いや、カズピクミンさんもいらっしゃい。コノラです。あ、オリックス西さんか。オリックス西さんが国防さんの引退試合でノーヒットノーラン達成。その試合終わった後に本当に笑顔になっていたのは西さんだったという。国防さんかわいそうだった。よいしょ。国防さんも、いや、この試合でノーヒットノーランやめろよって思ったでしょうね。いやでも逆に記憶に残るか。ウルトラマンがいないと話が終わらない。超戦力ウルトラマン。よいしょ。なんだっけ、迎撃高校とかアプリで出てませんでした。なんかツイッターで見ましたよ。パワープロサッカーだっけ。なんか未知なる宇宙からの侵略者怪獣だっけに対応するべく迎撃高校がどうのこうのみたいな。でそれとサッカー一体何の関係がって思ったけど、普通になんかストーリー的に面白そう。やってみたくなりました。
おい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 、厳しい目つきで敵を見据えます。よくてボール、気づいたら4失点ペナルティ。この時点で変化球26ポイントやばいやつ。アウトカウントを間違えた巨人の何レイサム、鮮明に覚えてる。アウトカウント間違えとか絶望やなマジで。まあでもちょっとぼーっとしてたら普通にあるからね。自分もこのパーフェスをプレイしててアウトカウント間違えることはごく稀によくある。でしょ、ごく稀だけどよくあるという謎の状態本当によくあります。でしょ、全力で来いって国母さん言ってた。しかしまさかノーノーとは思わない。そっか、全力で来いって言ってたん国母さんか。いやもうそれだったら仕方ねえわ、あの人の乱してしまっても。西さんだって全力で来いって言ってたのが国母さんなんでしょなら仕方ない。じゃあサバ水煮さんいらっしゃい。どうもコノラです。アウトカウント間違えてスタンドにボールを投げちゃったやつ。スタンドにボールを投げたらそのままランナーぐるっと一周でしたっけ。あれひどかったな。よいしょ、あっと、え普通にやばない。あぶね、西谷出してよかったかな。いやー変化量に対応できてないな。ピンチへ変化量アップ、ちょっとまずい。このイニングで同点に追いつかないと。いやまだ対応できてない、やめろ。やべえやんす、やべえやらかした。操作がちょっと飛んだ。いやちょっとじゃねえ、かなり飛んだ。いやまだ7回裏かよかった。危ない危ない危ない。筋力ポイントも足りてないし、言うたら変化球ポイントが絶望的。落ち着け、レッドさんのピンチにやられてる。これはバッツさん、あバッツさんか、行くしかねえか。8回の表と9回の表でアウトがパーフェクトで取れるか。よし、8回の表はまずノーアウト操作で、ここ絶対全部変化球。失点したら操作終了だし、やめろ風、やめろ。ここで変化球アウト3つ取れなかったら延長戦よりより深いところまで行かなきゃいけなくなってしまう。終わるぞこんなん。よし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 終わりたくない。上限点は182ポイント、まだ変化球66点。言うたら筋力ポイントもまだかなり低い75点。パワプロ2024はね、発売タイトルも発表されてますよ。そこは発表されてる。スイッチと PS4、プロスピが PS5 と、Steam でちょっと驚きが出てますね。公式ホームページ上にスイッチ PS4 ってパワープロ2024の場合は書いてあります。渡り鳥さんどうもコンドラです。
ちょっと待って、フォークの変化量全然違う。オッケー、ナイスバッティング。プロスピアもう完全に処理能力の方を取ったんでしょうね。 PS5 と Steam、まあ、だからこそあのレベルの画質の良さを、まあ、再現できるんだろうな。サトテルさんがマジでサトテルさんやった。足速っ。風おかっぱし。いや、このおこぼしはありがたくいただきますか。盗塁することによって筋力と技術が2ポイント追加。この2ポイントがこう、いや、まあ2ポイント言うて2ポイントだもんな。塵も積もれば山となるやけど、塵は塵のまま。で、8回表に続き9回の表もノーアウトスタート。え、ある。え、虹谷が2イニングでアウト6つとかだったらマジで神。2イニングで変化球1人5個、虹谷誠。え、西谷が神。MVP。 いや、ナイス三振。2イニングで変化球1人6つの西谷誠。神じゃん。風頑張れ。危ねえ。ナイスです。スチームはいや多分 Mac でもあるんじゃないですか。自分は Windows の方に Steam 入れてるけど。多分 Mac にもあるんだと思う。でもパソコンでその野球ゲーパワープロとかプロスピっていうのがちょっとなんか違和感が。待って、マウスでできるってことでしょ。マウスでプロスピ、将来的には多分マウスでパワープロ。どうなんだろう。マウスでパワープロどうなるんだ。相手は絶好調、クイック G が発動しない。PS5 あんま多く持ってない。ただパソコンユーザーがめちゃくちゃ多いっすね。だからそのスイッチの、まあスイッチと PS4 そこでの販売を、まあ言うたら言い方悪いけど捨てた代わりに PC ユーザー取れるんで、それでもっと取れるかどうか。まあでも将来的には戦略的にはね、もう全然当たりだと思いますよ。まあこれから多分 PC ゲームユーザー増えていくと思うし、実際増えてるしかなり。で PC でユーザー囲い込んで、まあ特に PC だったら国境を越えてるじゃないですか。世界展開もしやすいし。いや無理か。まあでもスイッチも PS4 も世界展開してるんですけどね。なんかあったんかな。世界展開ができない理由が何かあったのか。Steam だったらわざわざゲーム機買う必要がない。いや、それなんですよね。まあ PC はどんどんグラフィックボードとか、まあどんどん更新していかなきゃ
ね、将来的には多分処理能力耐えられなくなるとは思うけど、大抵がスイッチ PS4 よか今処理能力高いですもんね、パソコン。あ、マジか、やらかした、普通にやらかしてる。 PS4 お前と遊べて楽しかったぜまた会おう PS4。 落ちろ、アップ、おお、いや戻れ戻れ戻れ、三塁はいけない。まあ PS4 3台買ったし、プラス PS5 でしょ。うわー、 PS シリーズには本当にお世話になった。 PS3 は買ったことないけど。いや本当にいろんなゲームやったな。まあ特にパワープロパワープロほどやり込んだゲームはないと思う。このパワープロに出会わせてくれたこの PS4 PS5 もう感謝です。そしてきついこれ、やらかしたいやマジか、ヒット打たなきゃいけなくなった。あぶね、怖い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 、あー三遊間抜いた。ホームラン打ったら超えるか。はい、ということで10回裏紆余曲折あったけどホームランチャレンジ、3点差でマックス。バッターはチャンス B、 悪球打ちの森川少年。森川学お願いします。へいへいへい、フォークゼミやばいな。ちょっとバットの先どんまい。まあ、アウトじゃないんでまだ裏側いる。いやーナイスバッティング。グランドスラムでも確実に経験点マックスですね。はあ、ゲームオーバーの危機からいやーありがとうございます。いや裏側フェスティバルパチパチパチ、ありがとうございます正直言って怖かったまあでも乗り越えました。浦賀さんありがとう、フィッシュバルベイ、アツモリ、ドラカス、ワンダフォー、ありがとうございます浦賀さん。まあでもこの水月くんの同点タイムリーがなかったらゲームオーバーだった。ありがとうございました。え、このイベントで国際大会丸のコツがレベル2、シュートのコツレベル2で、技術が合計80ポイント、かなり技術ポイントもらえてますね。ハローペトロさんもどうもいらっしゃい。裏がにやけ顔で打ったホームラン、甘いコースのスライダーでしたよ。おミンミン来てるとか珍しいな。まあでも普通に考えてここはキリがねかな。うん、まずファーストを強化しよう。いやオッケーオッケー、メンツ的にはかなりいいいい選手が揃ったはず。キャッチャー A もいるし、パワーの水月かキャッチャー A の桜の宮か、ピッチャーもなんだかんだ言って結構揃ってますよね。で球速が152キロ、でちょっと待ってね、折り辺を作ってこよう。アンドロメダで落合来るまでの補強、まあ、落合さんキャッチャーで使ってもいいし、
なんかもういろいろ任せられるわこれ。あ、斉藤さんどうも、再びいらっしゃい。とりあえずスプリットにして、どんなスプリットにしようかな。まずエフェクトよ。バニシングクロスタイプ。フォトンで落とすとか。ホワイトアウト。これで落とすとロジンボールっぽくなるんだっけ、確か。ロジンだなこれ。フォトンで落としてみよう。違和感の塊になりそう。あー見づら、エフェクト的に。なんか良さげ。キレとか重さも上げる？キレ重さ重視にする？まあ重さ、重さとキレが、まあキレは最初からマックス。重さもマックスって感じですかね。重さマックスのスプリットとかちょっと初めてかもしれん。重さマックススプリットどうこれ。伊藤博美投手呼ばれた気がした。フォトンなのに重さマックスという。アラン君のフォトンは全球種の中でもかなり軽い方なんですよね。トップクラスに軽いボールフォトン。このエフェクトで重いボール、大体相手にしたくない人ばっかり。重さマックスのスプリット、ちょっと芯ずれるとすぐにゴロとかフライとかになるボール。いや強いと思う。取れねえ。ちょっと待ってね、変化球消耗しないと、消費しないとこれ辛い。早めに本塁打厳禁。逃げ球もうないもんな。クロスファイヤーも取っとく。ちょっと待って、経験値大丈夫？冷静に行こう、冷静に。この試合で333ポイントぐらい手に入るんでしたっけ？の変化球ポイントが、変化球マックス160点ぐらいだったっけ。でラストのイベントで変化球ポイントが30点プラス、いや若干消耗するなこれ。なんか取らんと。Vスラ4にすっか。 Vスラとスプリットの組み合わせ、これならカンストしないはず。精神がカンストする。どうしよう。クロスファイヤーを一旦置いといて、もう強心臓を取るし、ピンチ A まで上げようか。打たれ強さも上げとこう。これでカンストはしないということで OK です。あ、ケイタさんスパチャご支援ありがとうございます。ミンミン、うちドラミハンのために何でもします、だからスカウト頼むで。まあこの後ちょっとね、ビクターとか来なかったら普通にミンミン欲しいかも。大番狂わせ。浦賀くんパワー70、大番クラス発動したらミンミンパワー90。浦賀よりもパワーがプラス20のミンミン、それはもうミンミンやろ。で、スバルくん前夜祭。そこからの4回戦アンドロメダ確定ありがとうございます。変化球430でも絶対完走はしないと思いますけどね。多分大丈夫です。で、とりあえずポイポイして。ムード丸を残そう。センターが村雨、ライトが先駆け。よし。
いやでも全体的にちょっと長打力足りないなこれ。誰とろ、大西が確定で変化球80点、上高で変化球が30点で合計110ポイント、440点、イベントで30点。嵐丸取って変化球50点、スバル獲得して変化球が60点あったとしても大丈夫かな。変化球ポイントはカンストしないはずです。スバル2024でメンタルが強くなってるよな。スターダストシュートのスバル君、パーフェクト参加お願いします。赤星スタミナのコツは普通に欲しいですかね。あの変化球80点もらえるし、それプラススタミナのコツっていうか、まあ大西さんが一番経験点、なんだろう、経験点のその配分が美味しい。大西さんは確定ですかね。ここは迷うことなく走ってくるでしょう。でスバルで変化球60点を取りに行くかどうか。これは見送ってボール、ワンボールワンストライク。変化球が鮮やかに決まります。打った、よしよしよし、広角打法のスバルを打ち取る。オッケーです。そうっすね、大西落合星屑、星屑まあガジェット落合さんは筋力40点美味しいし普通に欲しい。まあ一番欲しいのは技術ポイントなんだけど、技術もらえる選手が誰もいないんですよね。嵐丸で技術10点とかだったっけ確か。まあ言うて少し微妙。さあスバル君走られてメンタルがどんどんと消耗していく。リアル落合、あの64周かけた落合さんならもうどんな条件でも欲しい。勝負師アーティスト降格法の威圧感、あの落合さんだったらもういつでも待ってます。てかもうこの東堂真昼に変えたいですね。そうガジェット落合さん威圧感持ってるんよ。そっかボス戦対策にも威圧感普通に欲しいか。まあプラス筋力と技術あるし、技術ポイントが一番多いのがガジェット落合か。あじゃあもうガジェット落合かな。さあ上限点は208点、変化球打ち取りを取らなきゃいけない。あケイタさんおやすみなさい、おつろです。よいしょ、はいリュウヤさんもどうもいらっしゃい。コンドラです。スバル赤徳まみれのくせに変化球やばいから嫌い。まあなんだかんだ言ったダークネビラは結構強いっすよ。さあヒットになんないですね。ヨーヨーさんもどうもコンダラです。正直ね打撃の方で筋力ポイント稼いでおきたいんですよね。ある程度はもう少しヒットと盗塁を積み重ねたい。これはどんまい。それは悲しい。自動失点。え、誰？スバルお前かアーチスト。調子好調ミートパワープラス10。実数値パワー S のアーチストになったスバルは強かった。惜しい。
うまくいってるか、とりあえずコンボ4つ確定しました。ドクター K も取れましたね。いい感じです。ようやく揃ったコンボイベント。ただスバルの自動ホームランやりよる。星屑闘志やつ感あるけどいやでも助かりますよね。この暗黒スバル戦、スバル確定で先発なんで、もう闘志やつ感が発動しない。でこっち使う時のみスバルくん、アラン戦ボス戦で闘志やつ感発動できるっていう。いやマジでね、もう考えられてる。プレイヤーのために闘志やつ感を取ってくれたスバル、本当にありがとう。さあスバル君、メンタルがどんどんと消耗していく。3塁開けて、これいけたらでかいけどな。いけてしまったスバルのメンタルはもうゼロよ。次回スバルシスディールスタンバイ。いやー結構捉えてるんですよね。それはもうスバル君心折れるわ。これピヨってるスバルありがとう。さらに重投成功、盗塁10個目、筋力71点。いや打撃の方でかなり筋力稼げてる。ほらスバルメンタル消耗するわ。2日間ぐらい天才肌の鈴木誠也さんガチャをしているお調子者って感じするから、まあそれもあり。まあでも天才9人でしょ、あと1人で天才10人。もうそこまでいったらぜひとも天才10人を達成してもらいたい。頑張ってください応援してます。こっちも厳選頑張ってコンボ4つ揃えることができました。まあなんだかんだ言って今日抽選箱もあったし、結構ねいつもに比べたら確率高かったと思う。まあ1回戦か、前夜祭スバル出現が 10% かつ1回戦 SG 高校が、まあ、スバルと同時に出る確率が5分の1、 10% の5分の1だから 2%。 1回戦 2% からスタートした。まあそれ以降は抽選箱を2個使って、まあコンボ確率 80% をやったんだけど、スタート時点が 2% だもんな今日。しかも初期面が3人コンボ冷静に考えてえぐいな。今金徳どうなってるか、まあとりあえず3人コンボとドクター K と起こせましたね。3人コンボの方で本塁打厳禁とか走者釘付けとか、あとクロスキャノンとか、いやこれ無理か。いやまあとりあえず暗黒スバルのこのルートを引いたことによっても道が大きく開けた頑張りました。おいおいおい西野さんちょ待って、もう西野雄二さんちょっと待って、これこの時点の失点は痛すぎるやつ。うわー操作飛んだ全部飛んだ。これはつらいやつ。投球これから3球目。
そんな7、8、投球操作全伸び、いや落ち着け。東堂が打席でハッスルしてくれます。いや経験点稼ぎファイトあります。まあ、まず同点ですね。まず同点にしないと。カウント1ボール1ストライク、投げた、打った、いい当たりだ、センターバックとクリーンヒットです。東堂ヒットナイス。今日これで4打数の3安打、通りで当たってやがいいと思いました。ひとまずこれでゲッツーなくして筋力ももらえる。ナイス。でスバルバッサー、 OK。 うん、ダークネビラもバテてから見れましたね。 OK です。次が5球目、投げました。ちょっとね全然曲がってない。これで決まるのか。あー、これでかい。いやーナイス。あぶねー。とりあえずスバルくんホームランでノックアウト。いやナイス、ありがとうございます。とりあえずこっから上限約8点に向かって稼がなきゃいけない。いやー7回8回完全に投球操作飛んだんきついな。さあ浦がみんなを笑顔にさせたいところを積極的に言ってもらいたい。まあでも稼げるだけ打撃で筋力稼ごう。盗塁15個目。アンドロメダ学園外野は前進守備を取ります。4点差勝利で経験点マックスいくためには右上の数字が全部149点、149点超えないと4点差でマックスいかない。いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。パワフェスチャレンジャーズなおもチャンスが続きます。第1球を投げた。最近アプリにてワールドクラスが出た大西さん、ワールドクラス大西さんめっちゃ強いんだっけ確か。そう変化球ポイントも稼がなあかんし、延長戦ではもう全部変化球処理中心になると思います。で打撃の方でもう可能な限り筋力。さあ次は何で来るか。いやー無理か、ボール球。取ってこれで3アウト。いや結構やばいかも。うわー2アウトスタート。いやでももうここは一つずつちゃんとアウト取っていくしかないですね。変化球処理で脱三振だったら筋力5点もらえるし美味しい。よしこれを続けよう。最低ラインは149点。うおーナイス。西野投手ここで絶対に敬遠はない。フォアボールは経験点0だからね。いやきつい。まあ敬遠されないように立ち回らないと。ナイス。3番多分、いやー東堂真昼どうだこれ、やばい。いやこれは勝負してるはず。あーまあ結果一緒か。三塁開けて、まあそこからの重投。 OK。 盗塁19個目。ランナーはそれぞれ進んでいます。投げた、危ないボール、これはいけません。筋力あと少しですね。次は逃げずに勝負してほしい。お、どうだ、さよならか。 OK か。ホームラン打ったら筋力10点加算なんで、あと目安は筋力5点。で次の登板ポイントで筋力3点加算して、あと筋力2点。何かで打ち取れば絶対筋力は稼げる。
あと必要なのは変化球ポイント。よし、抑止力ナイス。いやー、絶対変化球処理必要だ。失点したら操作終了で変化球が稼げない。ナイス三振。エンゼルフォール、ありがとうございます。ただ4失点ペナを食らったらやめろって。うわえ、いける？あ、いけない。はい、打席には静かなるマッチョ水月です。ストライクになった。これはいや、まず同点落ち着こう。成功です。ランナーはそれぞれ進みました。投球これから2球目。お、打ちましたがセンターへ上がって、これは掴みました。肩えぐ、怖っ。水月センターへの犠牲フライ、パワフェスチャレンジャー。いや、打たれちゃいました。まあ、とりあえずもう1イニングやらなきゃいけないことが確定してる。きついな。何がきついかってさ、ホームラン打てる選手があまりいない。代打レッド、村雨の打順で代打レッド。いや、その前にまずここ同点。よし、打撃に集中するんです。いや、きついな。マジか。あと変化球処理1個、1個なんだよ。まあ、先駆けか東堂真昼の打席で代打かな。浦賀の打席を無駄にしてしまったの痛すぎる。球目も外してきます。投球3球目投げました。あー、やはりピッチャービビっているのでしょうか。村雨で終わるか。で、虹谷からスタート。絶好調だし、ホームランチャンスあるよね。バッターボックスです。初球はストレートはボール。それとも虹谷で終わって西野からスタートさせるか。で、先駆け、霧金、東堂。いやー、代打出すタイミングがわからんな。セカンド牽制、二塁タッチセーフ。ダメだ、もう何も考えられない。次とりあえず絶好調の西谷誠から始められるようにします。レフト西野雄二です。まあ、とりあえずね、この変化球処理で4点差ならば確実に経験点マックス。ただね、4点差じゃ4点差じゃ西谷誠ちょっと強振打ちできなくなっちゃうんで、あと1個打ち取って3点差でもマックスの条件を作りたい。いってくんね。ワンアウトランナー一塁二塁。よっしゃ、ナイス。この奪三振で3点差でマックスの条件を作りました。とりあえずこれであと打撃だけ、集中すべきは打撃だけ。いや、ナイス、ありがとうございます。 1,2,3 番勝負。ナイス三振。大西も降板するか。相手は荒島る四郎。四郎くんが出てきた。いやー、でもここで打てればもういいんですよ。うわー、惜しい。スライダー、カーブ、フォークに進化だー。しゃあない。西野さんは絶対にホームラン打てないんで、ここは絶対に空振ります。このパワーじゃさすがにもうホームランはありえない。スライダ
勝負やはり 1,2,3 番、先駆け弾道に東堂真昼弾道 2.5、 ここか、代打出すならここだということで、ライトもピッチャーへ。守備なんてもういいんだ、打撃だけ。必要なのはヒットじゃない、ホームランだ。だー、行ってくれ。いや外角ホームランありがとう。いやーもうさすがのレッドさんのパワー、やぶないって。はあ、延長は12回まで、延長11回って怖い。いやパチパチパチ、ありがとうございます。ワンダフォー熱盛ベイリー。いやレッドさんにパチパチありがとうございます。またよかったら高評価、そしてチャンネル登録しない方はまたよろしくお願いします。いやこれはマジで頑張れた。ガジェット落合取って筋力と技術をもらう、まあ、シャーナシヤシスバル取っとく。はい、スバル君取りました。これはヒーロー。レッドはやはりヒーローだった、打者ヒーローだった。なリアさん高評価ありがとうございます。いや打てて本当よかった、救われた。もうここまで来てゲームオーバー、本当に嫌だ。ということで本日コンボ4ついきました。加藤京子と東スグルイベント、まあ、3人コンボもいけたしね。これでドクター K とか、いやいろいろ金徳取ることできましたよ、ありがとうございます。いや美味しい。なるみせめてイベント、いやなるみくんの存在理由はそこにあったんかな。はい、ということで重さマックススプリット、え各経験点、ちょっと待ってえぐいこれ。何点、865足す327 992ポイント。いや違う、ちょっと待ってね、800じゃねえ、あれ計算できない、1192ポイント合ってる。いや解けた、何これ技術500点って。いや354点か、高すぎんよそれ。1192、ありがとうございます。1192ポイント、いやーちょっと待って。こんなに経験点消耗してさ、レベル1しか取れないんだよ。まあレベル2以降は安いけど、えぐいってそれ。カチューン取ろ、急速安定もいけそうやな、いっとくか。ギリコントロールじゃん、ギリスタミナ D、 オッケー。おんも負担がでかすぎる。オリジナル変化球、オリジナル第二変化球ね。いやマジで負担が重すぎる。でもいいんです、レベル1から取ろうが第二変化球から取ろうが、まあ総変化球ポイント総技術ポイント一緒なんで。やっぱ球種増やせば増やそうと折り辺重くなるね。まあ仕方ない。スカウト忘れずにありがとうございます。あぶね、完全に忘れてた。じゃあまあとりあえずミンミン、ご機嫌度は2。ここさ、氷上悟り使うべきかな。
アラン君リモコンないからね。いやどうしようこれ。アラン戦勝ったとしてもリモコンが手に入らない。アラン戦ちょ待って、マジで悩む。行くか、ここちょっと氷上悟りで、おリモコン分カバーしよう。3、4、5番確定フル操作。かつ4回から6回までがノーアウトでランナー出ればもうそれも操作可能で、どうする、いける6イニング。相手のヤツ感、バンガードと渋谷秀樹2人、投手なし。無理、無理っぽいか、行っていいんか。やばいかこれ、さすがに無理かも、無理かもしれない。まあ厳しいだろうね多分ね。まだきついよな、言うてスタミナ59ですもんね。でも冷静に考えて59あればいけるんちゃう。やばい、その考え方はさすがにやばすぎるのか。メンツも言うてそんなに強いわけじゃない。行ってみよう、きっとなんとかなるよ。落ち着け、早まるな。早まったかこれ。スタミナ D59、 キャッチャー A、 この時点での主人公スタメン。6イニング投球が必須。グランドチャンピオンの座をかけて戦う、さあ彼がチームの道しるべ、チャレンジャーズキャプテンが満を持しての。西野さん、いやもう富山出身の意地見せよう。オンリーダー現金持ってるし自動失点ないはず。よう三球三振ね、これ大事。このもちろんランナーの足にも警戒です。初球見送ってボール外れましたがいいコース。怖え、ボールに勢いがあります。インコース低めいっぱいストライク、さあ追い込んだ、見送ってボール、さあこれで決まるのか。あぶ、ちょっと安感バッターにフルカウントまで行っちゃったのちょっと厳しいけど、いやオッケーオッケー、十分十分十分。次1球1人だったんで合計10球、いや結構投げてた、ランナー出てたからか、14球か、まあ最低限か。スプリット重さマックスだし変化量あんま少ないしで、うまくいけばゴロゲッツーいけるかもしれん。でもスプリット折り辺多投するとスタミナ消耗えぐいんですよね。1球で打ち取れればスタミナ消耗、あまあ最小限に抑えることできるけど、見逃されたりとかすると普通につらい。忘れ去られる、やべ、明生。切り金使いたかった。やべ、1球チャレンジ、どまい。やべくん1球でライトフライや判定、かわいそう。いや、ファイトありがとうございます。球数怖いね。まあでも1イニング15球以内で投げ切れれば6イニング、いやでも90球さすがに厳しいかな、80球ぐらいかな、6イニング80球、ちょっと厳しいですかね。1イニング平均13球ペースか。打ってからダイソーでよかった。いやその場合打てなかった時が怖いんですよ、そのまま変えられてしまう危険性がある。
怖っ。いや、一歩間違えたら終わりよ本当に。見逃された。第2球投げた。これはボール、これは完全にボールです。怖え。体に近いところ、外れた。ボール、ランナースタート。オッケー、ストライク。ボールを二塁へ。うわ、一塁ランナーは二塁に進んでいます。ああ、外れました。第9投げた、打ちました。初球かなりヤバいやつ、惜しい。三塁線はファー、打った。痛烈だ。レッド前、クリーンヒット。ボールが点々と転がっている。まだ早かったか。ラフェスチャレンジャー、1点を先制されます。アランレンジャー、まだ能力の上げ幅が足りない。アランレンジャーズリードで迎える3回です。さあ、ヴァンガード角度かこれはでかいぞ。センター見上げた、ホームラン。ナイピストレート、初球。ナイピって何？ここからどう攻めるか。さあ、スターの登場です。アラーン割り切ろう。変化球が鮮やかに決まります。ストレートはボール、完全なボール球。縦のスライダー見送ってボール。いいコースですが外れています。打った。球数増えてんな、これ怖い。次が6球目。投げました、打ちました。ボテボテのサードゴロ、一塁送球。6イニングまでにしっかりと投げ切れればいいんです。打席で岸田が立ちはだかります。初球は、いやー、そういうの1球でちょっと打ち損じてほしいんだけどな。内角低めいっぱい、ストライク。見送ってボール。さあ、次は何で来るか。打った、サード。打球速度は遅い、サードゴロ。 OK、まあ、とりあえず3イニングでスタミナ半分、ギリセーフギリセーフなペースで、西谷さゆりがいるんで3番から、いや、きつい。3番から5番までは確定プレイヤー操作なんだけど、あ、よかった、操作きた。きついな。さあ、次の球、落ちる球、見送ってボール。早めに同点にしたい。投球3球目、危ねえ。ボトン、気遅れしたか。さあ、勝負してくるのか。スクリュー、パワフェスチャレンジャーズ同点のチャンス。ワンアウトランナー二塁三塁。外のボール球、打った。よし、森川。うわ、水木すぐる肩は弱い、助かる。オッケーオッケー。一塁ランナーは二塁に進みました。お？打ちました、いい当たり。いや、結構飛んだのに惜しい。いや、本当ひかみちゃんだからこその投球操作なんですよね。桜の宮、かっちりと打席に。打った、初球打ち。失点勝ち越されていたとしても操作カウント取れてます。でここはランナー出て操作で、ひかみ悟り効果で本当はツーアウトにならないと操作来ないのに、このイニングランナー出てワンアウトでも操作があります。てか結構打たれてんのにな。ちょっと待って、打たれ操作 A 効果。4回64球。え、スタミナ普通に残ってんじゃん。あ、そんな悩む必要なかったか。いや、慌てるな。まだ分かんないよ。さあ、バンガード格の違いを見せに打席に入ります。投球2球目、外角低め見送ってストライク。投球これから3球目。よし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 、センター前進、取ってこれで3アウトチェンジ。いつどこでスタミナ一気に消えるか分かんないもんね。さあ、1球目、ミンミン使わんのかい。まあ、さすがにラガ君調子好調の方が、まあ、この試合に関しては絶対ですかね。パワープラス10されてパワー A になった浦賀と、
大盤クラスが発動しないとパワー S にならないミンミン。まあでもボス戦はパワーマイナス20食らうからそれ考えたらミンミンの方がいいと思う。オッケー。カレンいないからポロポロはないおかげさまで守備がしっかりしてくれてます。アウトかい。まあとりあえずスタミナ持ちそう。あと残りスタミナ5分の1もあるからな。あるっちゃあるよね。やべえなんでやんす。1点取ることが果たしてどうなのか。ミンミン守備力と走力が低い。いやそれなんですよ。オーバンクラスが発動するときまで待てればミンミンの方が強くなるんだけど。まあこの試合は投手やつかん持ちも誰もいないし、いないよね。あ、進藤さんいました。まあ言うて大丈夫かな。進藤さんすぐ変わるやろ打力ないし。珍しく焦ってるのか。いや結構焦ってる。経験点的にも普通に焦ってる。やべでホームラン打ってしまった。落とせー。捕球 F のくせに根竹正面。登場です。アラーム。投げました。変化球はストライク。いや本当見逃すな相手。折り変。投げた。打った。痛烈な当たり。こうわ。走る人。アラーム。一塁蹴って二塁へ。アラーム。ツーベース。パワフェスチャレンジャーズ。どう。タキシタ。視界の力を見せられるか。第2球。投げた。インコース低めストライク。さあ外してくるのか。まあまだ変化球でアウトも必要だし。チャレンジャーズ同点のピンチ。ノーアウトランナー二塁。バットを出しません。ボール。いいコースですがわずかに。あかん、スタミナ溶けていく。さあ打席には渋谷。ここは任せろという表情。キレッキレの変化球に手が出ません。打った。これはゲッツーか。二塁へ。セカンドフォースアウト。よし、これで。6イニング投げ、まだ投げ切ってなかった。いやこれでまだ2アウト。その笑顔が憎らしい。大っ嫌い。これ見たかったけどちょっと待って、ひどい。うわー、いやーひでえ笑顔だなそれ。えきつ。うわ、勝ち越されたら操作終了。打たれたら多分主人公途中で交代ある。決めないと。ナイス三振。いやあぶねえ。なんでその内野安打よ。いや、いけました。6イニング投げ切れました。86球。やっぱ90球は多分持たなかったっすね。うわ。いや、ナイス、ありがとうございます。ナイスヒット。このイニングはランナー貯めてドカンといきたい。厳しい目つきで敵を見据えます。このままないな。ランナーが二塁に進んでいます。だから経験点的にはね、234点マックスなんで普通にペース的にはギリギリですよ。あ、やべ、ツーアウトだった。これでスリーアウト。さあそれ一ノ瀬トヤよりも投げた西野さん。あの時一ノ瀬さんあと1イニングからのまさかの自動5失点。あ
危ねえ危ねえ、ちょっと待って、リモコンないんで、そうだ、6階の裏取ったらダメだったんだ。そうだよ、リモコンないんだよ、何やってんの。え、7階の表操作消えたん痛すぎじゃない。え、ちょっと待って、やば、普通にやば。え、どうしよう、パニック。ちょっと待って、上限点234点。その度の光。え、来る。あー、次3番スタートだね。じゃあ1点取っていいや。いや、2点取っていいや。ナイス。で、ここは追加得点ないようにするための終了。2点セットの8回の裏の打撃操作もあるんで、ここは2点差止まり。大丈夫、氷上聡里の効果は強い。この確定操作はデカすぎる。7回投げ切っとる。いやー、でもバンガードさんえぐいって。変えよう。6イニング投げたんで上限点マックスは達成です。まあこの時点でもう変化球も142点だしね、悪くない。 OK で、ここなんだけど、5番バッター打ち取ってしまったら6番渋谷秀樹出ないと3つ目のアウトちょっと狙いに行けないんで、ここ敬遠。ランナー1人出ると、通常の操作条件に戻ります。ランナー1人出して投球操作、1点差だからできる。岸田とは勝負を避ける。でもこうすることによってアウト3つをこのイニングワンチャン取りに行ける。いや、ずれた。ナイス三振。そうだよ、これがしたかったんだよ。で、ここからはもうあとストレート一人が欲しいかな。変化球で取ってしまった。よし、まあ、とりあえず変化球ポイントの目安はクリアかな。いい感じです。大丈夫、いける。レッツゴー。変化球中心、あぶれ、ギリギリ。何中ギリギリなんやこれ。エンジェルフォールはね、レベル11からです。碇守君のカイザーも、そうだし、木場君の爆裂もレベル11からですね。レベル11から進化します。で、マジか。落ち着いて。いやー、きつい、やらかした。先駆けもミートちっちゃ。投球これから2球目。ミートちっちゃいのにセンターライナー、悲しみのミート打ちの闇。パワフェスチャレンジャー背丈。代打が来て投球操作。まあでもここは普通に勝負かな。エンジェルボール、見送ってボール。普通に打たれた。まあナイス同点、ナイス同点。同点にする手間は省けました。いやー、でも操作回数ちょっと飛ばされたね。スーパーベテラン選手の腕前はいかに。さあ外してくるのか。もうバッター思わず避けます。打ちました、いい当たり。いやマジか。筋力稼ぎたいんで絶対ストレートアウト欲しいんですよ。もう
ジャーズ、得点を上げここからどう攻めるか。さあスターの登場です。あら、虹谷誠、なんとかここで断ち切りたい。さあ勝負してくるのか。さあ仕留められるか。バッター思わず体を背けた。外のボール球打った。あー、ボール球が正解なのか。山野さんどうもこんばんは、いらっしゃい。パワーフェスチャレンジャーズ、さあなんとか次の攻撃で決着をつけていただきたい。2点差ね。さあ、ま、さあ抜きたれば目立つき、まもらんな攻撃でバッターボックス。スライダー、フォーク、高速シンカー、ボンダ大輔。これから2球目。高速シンカーは高速シンカー、スライダー、フォーク。打っていい当たりだ。よし、クリーンヒットです。虹谷誠、ナイスなバッティングです。さあ矢部昭雄、この打席は何を。やべえ、さっきと同じくもう一回ホームランお願いします。さあ次の球、低めいっぱいストライク。よっしゃ、矢部昭雄だ。ボンダ君には負けないでやんす。いや、もうパーポケの相棒には負けない。パープロの相棒、矢部昭雄。矢部君が真の相棒だったんだって。ドッペルゲンガーでやんす。あれはオイラ。いや、インコース引っ張れた。よし、こっから経験点稼ごう。矢部君らしくない矢部団。調子好調、弾道 0.5 プラスでかかった。こっから第4球、一応右上の数字が169点になれば4点差で経験点マックスの可能性が出てきますね。これはサードライナー、どんまい。あと筋力29点稼げば4点差で経験点マックスいける。いや無理か。サードライナーにセンターライナー。マイライフが生きたホームラン。インコース引っ張りホームラン。いや、インコースの打率今だったら6割あるんじゃない。いや、ナイスポテンヒット。ホームランで筋力10点なんで、あと実質筋力16点。ホームラン以外で筋力あと16、ちょっと稼げば OK。 あと14点稼げばいい。ツーベース2本分か。ストレート打ち取り1個とツーベース1本。盗塁は無理か、惜しい。ストレートは打ち取り1球欲しいけど。わあ、ナイスキャッチ。超スーパープレー。いや、正直ね、変化球打ち取りでもいい。とにかく何かアウトが欲しいっていうところで、まさかのストレート打ち取り。すげえスライダー変化量。甘いけど、あぶー、ナイスゲッツ。来た、これ。グランドスラムで経験点マックス。さあ、村雨で出塁できればだいぶでかい。第2球を投げました。スライダーはボー。相手はボンダ大輔。ここに来て、まあ、結構弱めのピッチャーが登板してるのも嬉しい。もう1回セカンドへ牽制球。だっ、よっしゃ、ナイス、超えた。はい、ということで10回の裏ノーアウトからの強振打ちチャレンジ来たっしょ。いや、さすがにキャッチャー、先駆けかな、先駆けで帰るか。え、ある、一発目でいけた。
桜の宮フェスティバルありがとうございます。え、あっという間やったな。ボンダありがとう。いや、パチパチパチありがとうございます。ガンダーロボのプラモもゲットでやんす。で、MVP やべえ、秋夫。久しぶりの MVP やべえ、秋夫だ。主人公くんのゲームオーバーはさせないでやんす。ギャンブラードラミ監督ありがとうございます。熱盛レイドラカツフィスティバルスタンプどうもです。で、ハヤトさんもスタンプベースタンプありがとうございます。どうしよう、誰取ろう。ちょっと待ってね。村雨校長、矢部校長、矢部校長ならもう行くしかないか。調子は全体的にいい。調子マジでいいな。いやー、でも野手控えちょっと残しておけないんで。いやー、浦賀のファインプレー、あれで失点しなかったのよかったですね。あのおかげで打順もいい状態で桜の宮に回すことができた。まあピッチャーかな、欲しいやつかは持っとくか。投手やつか、伊佐村いきます。いや、伊佐村と星スバルが投手やつか。うん、でレッドが代打枠。大西も弾道 2.5 のパワー78半、さて、そこまで上がってればいけるよね。調子好調でパワープラス10されればいける。じゃあ、真央さんどうも、コンドルです。コメント、反映されてますけど、多分、そのコメントが最初っすかね。うん、パッと見、ないんで、多分それが最初っすわ。マジか、それまで反映されてなかったのか。 YouTube さん、システム頑張ってください。で、スプリットレベル4ね。よし。強心臓も取った。走者釘付け。ちょっと待って、走者釘付けさすがに危険。あー、ドクター系取りに行きたいな。どうしよう。いや、でも強心臓強いし取りたい。これさ、変化量1個下げといて、先にドクター系いくか。これで奪三振取れるようにして、重い球でストレート強化。で、走者釘付けはさすがに今技術も足りないんで、ボス戦後ですかね。これはこれはボス戦前に取ったらあかんやつ。危ない危ない、取りに行きかけた。スタミナプラス10してもいいですか。スタミナ C 1段階アップ、こんな感じですかね。はい、ということで、いや、いろいろゲームオーバーの危機ありましたけど、なんとかやってきました。ボス戦イニング飛びすぎるパワーフェスだったけど、ようやくようやくリモコンでも確実にイニングが飛ばない。ボス戦ファイトありがとうございます。これはね、こうしたい。ちょっと待ってね、こうしてこうかな。キャッチャー落合さん、キャッチャー C だけど、まあ行こう。で、ミンミン調子好調なんで、大盤クラス発動させたいんで使います。で、ザンスか森川少年かは守備力の関係上ちょっとザンス優先で、で、東はムード丸残そうか。センター村雨、ライト先駆けで、レフトがヤベンチで、忘れちゃならない伊佐村くん。行きましょう、再び6イニングチャレンジ頑張ります。
伸びや B まで上げたりしますか。一応西野投手の公式能力が伸び C なんですよね。まあ結構悩んでます。最低でも伸びは C までは上げる予定。いいよ、一球一人で悟り使ってないんでランナー出ないと操作が確定でこない。ウェイ、ナイスキャッチ、2球で2アウト。いけるぞこれ。7球で3アウト。打者4人に対して7球、伸び C なんで B まで上げませんか。まあ1段階上げてしまうか。公式で C 持ってるもんね。1段階上げて青得にしちゃってもいいかもしれん。オドーア対談マ、いや見たかったわオドーアさん、バリバリのメジャーリーガー見たかった。いやマジで残念。やっぱ調子が悪い中で日本に来てオープン戦で活躍できなくて2軍行きを命じられて退団、その流れね、ちょっと悲しかったですね。経験点次第なんでクリアしてから考えよう。まあとりあえずマックス479点ずつ、試合で稼げる経験点はそのうち299点、頑張って稼いでいきます。やべ、ゲッツやめろ、危ね。うおー、はい、やべ、やらかしすぎてる。名前表記花丸の東なのかギガバイツの東なのか一目で分かるようにしてほしい。東オシアなのか東スグルの方なのか。いや直樹さんもどうも、こんなです。まあでも浅野くんとね、佐々木俊介くんとか、まあ彼らの出場機会が増えるんだれば、まあ個人的には正直言って嬉しいです。ただ音羽さんの打席見たかったけどね。オープン戦もしっかり見ときゃよかったな。まあ萩尾さんも楽しみだし、松原さんもだいぶ調子上がってきたみたいだし、そう考えたら普通に音羽さん2軍スタートだったっていうのももう全然納得なんですよ。うん、実力で勝ち取った1軍だと思う。佐々木くんとか萩尾さんとか松原さんも。よいしょ。中日はロドリゲス小田さんが、支配下登録。ロドリゲスっていうのはあのロドリゲス、育成落ちそったん、それとも別のロドリゲス。わからん。開幕は青柳投手だからライト左打ちの松原選手になる可能性がある。そっか、まずは松原さんか。とりあえずそこも楽しみ。ナイスカット。内野手のロドリゲスさんってことはピッチャーのロドリゲスさんじゃない。中日ロドリゲス多すぎる問題。逃走中のロドリゲスさんでもないと。まあしゃあないしゃあない。守護神は大勢くん。まあ立石さんもちょっと注目だしね、楽しみです。カットで、ここからはちょっと経験点も稼ぎたいから点差を広げるわけにはいかない。何球カットで粘れるか問題なんだが。そんなうまい流し打ちしなくていいんだって。いや
矢部くん空気読めねえな。まあ 2イニングでスタミナ半分削れたし悪くないか。こっちは2イニングで21球、あいつは1回と3分の2で41球球数倍。これはいいペース。お、ロドリゲス選手、中日の新たなロドリゲス選手は守備がいい。守備が良かったらもう注目大だね。もうスタメンに出る可能性が高い。でそこから打撃成績がどうなるか。ちょっと待って、飛ばされすぎじゃね3回投げて31球、3回の表は10球で料理。あ、西舘くん縦西じゃねえわ西舘くん縦西はパワーフェスの頑張りパワフルズのピッチャー。そう、西舘くんねパーフェスの立西くんに釣られてはいけない。やべえ、やらかしてる。諦め時じゃないか。今回クイック G のマネージャーだから、そんなギリギリなスタート取らなくても絶対セーフになる。春日の小田さんは背番号00、寺内監督、現ゴールデングレブレーブス監督の寺内監督。寺内さんマジか、今監督やられてるんだ。あの内野手の寺内さんですよね。同じ背番号00、懐かしい。ロドリゲスさん守備型だからリューク選手でいいと思ってしまった。え、ポジションかぶってんの。え、だったらリューク君押したいな、個人的には。リューク君の守備力ほんとすごいからね。パワープロ査定で守備力 A もらってんだよ。もう実際肩も強いし、めちゃくちゃいいショートだと思うんだけど。巨人の巨人のライト君と中日のリューク君でちょっと2枚看板いってほしかったなえぐいこのスプリットはい、速い、そして球が重い。あぶえ、今のスタートでギリギリか。まあ、4回頭からレイブ回に信じ、7回の頭までにはワンチャンスタミナ削り取れるかもしれん。中山ライト君と土田龍久君、ライトと龍久で頑張ってほしいですね。お、侍岡本さんダウンロードありがとうございます。あの岡本さんコンボイベントだけで筋力300点超えなんであれ以上に本当に筋力稼げないと思う。ありがとうございます。ロドリゲス選手も21歳、マジかえ、若い選手を応援したい自分としてはもう外国人の選手の若い選手も普通に注目大ですよ。それは見てみたい。OPS4 割台でショートコロコロ変えてる未来が見えるまあでも打てなかったらなかなか難しいっすよね。 OPS4 割か、まあ4割だったらちょっと、まあさすがにどんだけ守備が良くても OPS4 割だったらきついね、使えないかもしれない。オッケーオッケー。ペースとしては
いや全然投球操作引けてないんでやばいです。1回の表以降全く操作がこん。これはどうすればいいんでしょうか。やっぱ氷上悟り、氷上悟りじゃないと投球操作来ない。巨人にもまだ育成だけど20歳の外国人のティマがいる。ロマンある選手。ティマ選手、いつだっけな、昨シーズンとか出てなかったっけ。マジか、5回の表も操作なし。5回54球。ちょっと待って、抑えすぎてんだよこれ。初回だけじゃねえか。ティマさん、安倍監督にラーメンを奢ってもらった。そうやって日本食が好きになってもらえば嬉しいね。中日の小田選手は、小田選手と樋口選手は足が速いタイプ。おお。まあ本当にどうなるかやね。まあ足が速い、足を使って得点力を上げる。ドラゴンズの場合はもうなかなかホームランが出る選手がまだ生まれてないんで、石川昂弥さんとか細川さんとかいますけど、それ以降がちょっと続いてないんでね。やっぱ足の速い選手で得点力を上げるのも大事な要素やと思う。あとはモイネロさんがなんだっけ、4年40億とかっていう契約の可能性あるんでしたっけ。もともとは育成モイネロさん、そこから4年40億か。ドリームや。中田翔さん忘れないで。そうだ、中田翔さんもいる。あとはちょっと怪我がちやけど上林さんとか。さあミンミン大盤狂わせ発動。パワー S90、 これは投手安官と大盤狂わせどっちが先に発動してんだろう。大盤狂わせバットの先、ナイスホームラン。これはパワー S ですね。ありがとうございます。3点差ボーナス 1.3 倍でも筋力と技術変化球が100ポイント前後、やばいやマジか。結局ちょっと待って、3番バッターショートゼフ長、このバッターにしかヒット打たれてない。それ以外全員抑えてる。フォアボールもゼロ、なんてことだ。この3番以外全員抑えてる。むしろこの3番だけが抑えられてない。いやーナイス守備範囲。重さマックススプリット、だいぶ打球速度遅いぞ。ピッチャー返しでも普通にショート間に合った。逆に操作来なくていい。いや操作来なかったらもう経験点やばいよ。このペースで投球操作が来ないと経験点が稼げない。エリア村雨。いやちょっと待って、強い。本当にスタミナしい。めっちゃ球数少ない。なんじゃこりゃ。73球、7回73球。1イニング10球ペース。いやーでもこのままだったら延長戦かな。打線としてもちょっと投手安感を覆せるレベルのパワーある選手がいないんで、切り金も言うて実質パワー B か。
内野安打あるよ。記録はエラー判定やけど、まあこっからはリモコン操作、3点差以上でもプレイヤー操作が続くんで無限に打ちまくろう。もう一度51対2を生み出すんだ。まあそこまでいかなくても多分10点差取れば、あこれやらかし、10点差取れば経験点マックスありますね。マダックスもチャンスあるよね。大番クラセが発動しないミンミン、実質パワーが D。 だーきついさっきの打席とレベルが違う。いやないらんないらん、少しでも筋力を稼いで、そして少しでも点差を広げたい。いやーダメか、オリヘンはコンピューター相手だとキレよりもブレーキや重さの方が強い。まあ1球でこうやってアウト取れるのやっぱでかいですよね。対人戦でも重さ上げると本当に強いと思う。やめろっていや失点ペナルティ普通に痛いぞ。重い球ホームラン打たれた。いやでもアウトナイス。でも正直言ってね、あのストレートでアウトも何球か取っていかないと、いやむしろストレート打ち取りの方がちょっと割合を多くしないと経験点マックスいけない。いやー1回から7回まで操作飛んだ、マジでこれ痛いっすね。リモコンなかったら罪強っナイススプリット、西野裕二さんだけにやめろってまあこれは1球アウトナイス。エリア村雨はあ、いや言うてまずい、やばい上限点299点、筋力倍必要。もう8回の裏で筋力あと倍、マックじゃないんだから、ここでの倍はやめよう、この時間帯での倍はやめよう。抜けろ、無理か侍岡本さん積極盗塁にしてあるから、岡本さんなのに19盗塁とかある。岡本さんだってたくさん盗塁してもいいじゃないか。にしても19はちょっと想定外やな、2桁盗塁ぐらいが考えていたラインでした。よし西野雄二ナイスヒット西野さんやめろってからの自援護ナイス。いや相手守備硬いっすね。セカンド守備力87パネー、ショートがむしろ64、ショートはだいぶ落ちてる。セカンドがえぐいな、87か、それもゴールデングラブ賞なんよ。で苦しすぎる誤作動、ああスリルを楽しめ。いや延長戦行きたくねえな、怖いな今日。延長戦多いからさ、なんかそろそろガイアライナー祭りで終わりそうな気がするんだけど嫉妬ど真ん中ミート打ちの闇デッドボール。実質パワー B の切り金、ナイスベース。ふぅ、
いやー、清本みたいに強振でホームラン打てる選手がいないからちょっと苦しいね。ザンスも実質パワー C か、固め打ちチャンス B が発動してもパワーが C。 いや、ナイスヒット、ミート打ちを信じるしかない。ミンミヤ、もう一回ちょっと得点をお願いします。よし、いや戻れねえ、肩強え。肩 B78 赤得エラー発動しろって、千葉ロッテやめろって、赤得エラー発動しろってなー。よっしゃ、今度こそ今度こそど真ん中失投、ちゃんとヒットになった。レフトライナーにはならなかった。ワンチャン出てきた、いやまだやな、7点差じゃちょっと厳しい。矢部くんも実質パワー D、 頑張れ矢部明夫、信じよう。さっきは無駄なライト線流し打ちしちゃったからね、危ない危ない。今度はファールしなくていいからヒットが欲しい。うわー抜けた、危ねーあるこれ、矢部くん大活躍やん。ストレート1人1球、変化球1人1球でいける、見えた。これ西野雄二投手でマダックスあるよ。ああもう1点してるから違うか。いやーでも完投あるわこれ、100球未満の完投チャンスあります。ショート守備力 C、 あれセカンドの守備力とショートの守備力逆だったら終わってた。経験点マックスの可能性が出てきた。オッケー、これで奪三振で変化球もマックス、あとは失点せずに勝つだけ。失点したら最悪の延長戦、4失点ペナ食らって8点差ボーナスもなくなった延長戦。マジで失点がイコールゲームオーバーやなこれ、怖っ。え、敬遠正解？割とガチめに。弾道4、ミート B パワー S からの逆境丸、ミートパワープラス15。ミート S90 パワー100のレイブ回。勝負。打たれたらもうしゃあねえ。よっしゃー、ちょっと甘く入ったけどレイブさん抑えた。ということで筋力と変化球347点ですか。めっちゃバランス良い、めっちゃバランスよく経験点マックスいきました。ありがとうございます。これで全試合経験点マックス。うーわー怖かった。めちゃくちゃ球数少なかったっすねこれ、球数90球台だった。いやワンダフォードラカツアツモリベイさんありがとうございます。ワンダフォードラカツアツモリベイ、球数100球未満関東フェスティバルありがとうございます。マーニュさん、 NK さんもスタンプありがとうございます。今川さん、龍田さんもありがとうございます。山あり谷あり西野雄二延長戦祭り西野雄二。いやでも最後のボス戦だけが3回戦以降で初めて延長戦いかなかった試合、いやこれ救われましたよ本当。ナヤス君もスタンプありがとうございます。斉藤さんもありがとうございます。
切れ丸取ってさらにこのスプリット、いや打ち取らせることできるかもしれん。かなり打ち取らせるボールになったんじゃないかな。ドクター K 発動すればワンチャン空振り三振丸っていう感じ。あとはリリースと伸びシート調子安定溶けるなこれ低めはちょっと重たすぎるか。いやークロスキャノン重たすぎるわ、無理だ。まあこんなもんか。あ、リリース丸忘れてた。で投手調子安定取って、で変化球ポイントを消耗しないともったいないんで使いたい。シュートもレベル上げる。あ、中継ぎ抑え適正マックスなんだよな、ちょっと技術がつらい。伸びしりいい、シュート上げたいしな。いやー伸びしりだけじゃ足りないんだ。技術か、抑え適正消してもいい。そうすれば高速シュート取りに行ける。165ポイント、246ポイント。え、じゃあもうより重い方行こう。でプラス全開、走者釘付け、そこまでいらない確かにここ減らして伸び B まで上げよっか。そっか、走者釘付けか。そしたら抑え適性もマックスいける。であと使いたいのは筋力ポイント。伸び A にしちゃう。いやー、まあまあいっか、スタミナ S あげようか。たくさん投げてもらおう。ちょっとさすがに先発ピッチャーで筋力余っててスタミナ上げないのはもったいない。まあこれが一番バランスいいっすかね。まあかなりオリヘンのレベルも上がったしいいんじゃないかな。まあ、多分ここまでいったらね、かなり奪三振率も上がると思う。ドクター K もあるし。ある？有事の有は勇敢の勇に、ないっすねないのか。よし、まあ一つずつ入力してどうすっかな。波乱万丈いやでも90球以内完投でいいんじゃない。90球以内完投、西野雄二。あれ、あった。何球だった？カウントしてなかったな。わかる方います？
まあいっか、約約入れる？関東約これ入れなくてもいい気するけど、まあいっか、これでジャスト10文字約99関東西野裕二、西野裕二。はい、ということで約90球完投できた、西野裕二投手、作成完了しました。いや、ボス戦だいぶ球数少なくいきましたね。まあ、特にこの重さマックススプリット、重さマックスだったこともあって、いや、ボテボテの内野ゴロとか、まあ、打球速度が遅い内野ゴロとかが多かったです。まあ、金徳強心臓も取ったし、かなり防御率低下狙えるかな。本塁打厳禁もあるし、うん、そこまで失点数少ないかなと思います。で、かつドクター系なので、まあワンチャン防御率1点台、まあそういったピッチャーになってほしいですね。富山の星なので、西野裕二投手、これからも応援してます。頑張ってください。よかったらパワーナンバーなど、そして高評価チャンネル登録よろしくお願いします。いやー、ちなみにこの西野裕二投手、実は、結構ね話はしているんだけど、配信でね話してるんだけど、西野裕二投手実は、自分が学生時代に同じ野球チームに属してたことがあります。同じ野球チームで野球やってました。そこからのこんなピッチャーだからね、防御率2点台の先発ピッチャー、パワープロのボイスに西野裕二って登録されてあるんだよ。ほんますごいことや、これ。あ、斉藤さんおやすみなさい、お空です。まあということで、この西野投手、作成した西野投手で果たして大ペナどうなるか。まあ怪我した時はね、ほんと心配したけど、完全復活してくれて嬉しい。あ、97球完投ありがとうございます。約90球完投やね、ありがとうございます。そっか、97球、あのホームランがなかったらマダックスだったんだ。まあちょっと惜しかった。いや、でもインコースの低めストレート、重い球でホームラン打たれるとは思わなかった。アウトコースだったら絶対ホームランにはならんかった。調子次第、調子次第、このままでいってみる。よし、回そう。理想としては、リリーフ時代の防御率を先発でやってほしい。防御率 1.83、 2015年、54試合登板、54イニング投げて防御率 1.83、 2014年、57登板、58イニング投げて防御率 1.86、 1.8 いってほしいですね、防御率。この能力やったら先発でも防御率 1.8 ぐらいはある気がする。いや、言うてこのオリヘンは対人戦結構打ちづらいと思う。球速いし、でそのタイミング合わせようとしてたら V スラが来るんですよ。第2変化球でタイミングずれて、変化の大きさも違うし、いや、これ捉えるの難しいと思いますよ。で、ストレートは152キロの伸び B。A だっけ？伸び B か。まあ、伸びもあって重い球。なかなかに対応難しいと思う。で、コンピューター進行時はね、本リーダー厳禁が発動して、失投時ど真ん中率 2% だっけ？
ほとんどど真ん中に行かない。俺非本塁打0本もあるぞ。落ちる第二変化球ほど厄介なものはない。種市さん苦手やったな、Vスラーフォーク。こんな強い選手のいるところとは当たりたくない。まあロッテとりあえず2位、2位はいただきました。いいよ、ベストナイン取れたよ。きたー、沢村賞。2位で最多勝、山本由伸さんに並んだ。そして最優秀防御率っすね。これで間違いなく防御率1点台あると思う。どうや防御率 1.21、 奪三振210、ありがとうございます。え、調子次第でそういう采配にしたはずなのに、完投8、勝利16のうちの半分が完投。いや、だいぶ球数少なくいったんやなこれ。ということで防御率 1.21、 ありがとうございます。まあ西野投手ほんとこのレベルまでいってほしいな。防御率1点台、昨シーズンは防御率2点台半ば、本当に惜しかった。いや素晴らしかったんだけど、防御率1点台いけば沢村賞あるよ。富山から初のタイトルピッチャー見てみたい。完封6、完投8、クオリティスタート率なんと 100%。 安定感抜群、ハイクオリティスタート率もこれトップ 83.3%、 奪三振率は 10.1。まあ、山本忍さんと朗希くんがさすがにちょっと強いけど、山下俊平太さんと同じレベルか。えぐいえぐい。あ、ホームラン打たれてるんだ。ホームラン7本。いやでも非本塁打率はだいぶ低い 0.34。 本塁打厳禁やっぱ強いですね。ウィップが 0.83 で朗希くんに次いで、東山さんに次いで3位。冒頭1。冒頭1か。いや朗希くんと東山さん何が起きた、これすごいな。由伸さんはコントロールがいいから分かるけど、宮城くんも、あ、言うて朗希くん、東山さんもコントロール C68 まで上がってる。え、朗希くん強。まあということで、はい、16勝3敗、防御率 1.21 と、ロッテを支えるピッチャーになれました。現実の世界でもね、西野雄二投手のロッテを支える姿を見てみたいです。まあ、昨シーズンはロッテを間違いなく支えてた。今シーズンもね、ロッテを支える姿見たい。ということで本日ここで終わります。ハイライト動画2本、この2、3日でアップしてあるんで、また見てない方はぜひともハイライト動画の方もよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。おつらです、失礼します、バイバイ。